はい、では今日のスタジオヤマトはゲストは元 K-1 ファイターの中澤淳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す、うん、いやこういうふうに僕淳さんと話すとなんかしかもこの雰囲気でなんかちょっとなんかおしゃれな感じ、はい、ちょっとなんかいいですね。そう今日はお酒飲みながらよろしくお願いします。お願いしま す、 おます。いや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 、うまい。先ほどね、あのジムで、山本ジムで鍛えたいの鍛えたいのチャンネルをチャンネルの映像を撮っていただいてありがとうございます。ちょっと編集楽しみですね。そうですね、カツオさんの活躍ぶりが活躍のね、腕が、はい、まずね、じゃあ中澤淳さんの経歴をお話します。よろしくお願いします。はい、1989年9月28日生まれの29歳。29歳、で獲得タイトルは、名前変わったのか、まあ、MA 2009年 MA 新人王、元 MA 日本ベルター級王者、元 JKI ジャパンキックイノベーション日本ベルター級王者、大舞台、まあ、クラッシュスーパーカット級チャンピオン。戦績は38戦24勝 14KO 13敗1分けの。ありがとうですね。いやいやいや、デビューはいつデビューですか、ジュンさん。デビューは僕が18の時なんで、ちょうど11年ぐらい前なんですかね。それは MA MA で、あ、そうですね。そうか2009年って僕 MA で WBC 名対の来日級の王座決定戦で、それこそ先ほど話しましたけど、河野選手と武勇会、武勇会ですよね、武勇会の戦ったのが MA でしたね。そう、僕多分見てた気がします。もう本当ですか、うん、懐かしい。あの MA のその当時 の、 あの会長のお偉いさんが、あの時だから MA 対 NJKF みたいな対決になって、はいはい、そうそれでチャンピオンが WBC みたいな感じですよね。そうそう、で僕最初ライト級 の、 その前哨試合みたいな試合で、MA の昔、ソータさんと分かります？分かります。スーパーツインズの、はい、と試合して勝って、で僕がトーナメントに選出されて、そうですね、うん、出会いましたね。そうか、この38戦、まあ、K1 では何戦やりました？ K1 クラッシュ10戦 ?K1 クラッシュ10何戦やったんじゃないですかね。ですよね。十数戦やりましたね。なんかその38戦の中で、すごい印象に残ってる試合なんかありますか？印象に残った試合ですか。まあその勝ってももだし、こう自分の、まあ、僕は今もう一番間違いなのが最後のあの最後相田選手、いやそう佐々木選手かな、僕は佐々木選手だけど、相田選手と2回目やった時すごい腫らしてなかったですか。あ、顔腫れてましたね。あの時はすごい激闘の印象があるんです。ジャブチョークだったありましたね。でも多分あの時はそれこそ相田選手のパンチがあのしっかり腕が伸びきったタイミングで当たったから腫れただけで、そんなに他はダメージなくて、1回目の相田選手の試合の時の方が本当にかなり殴りっこだったんで、めちゃくちゃ殴り合いしましたもんね。すげえ殴り合いましたね。そうか、なんかありますか、ね、自分の中でそうですね、なんか別にその選手個人にっていうより初めての心境だったのが、引退した時のあの引退決めた時のあの佐々木大蔵戦の、うん、時に試合中に反対ブロックで、うん、てっちゃんが一撃で負けて、うん、ゲオが生き残ってる感じでいるのを試合中に考えて、佐々木大蔵に僕がダウンを取られた時に一瞬初めて反対側にゲオがいるんだ、しかもノーダメージだあいつって思って、これで立っても勝てねえかなって あの試合中に思ったのが 2,3 秒あったんですよね。その時に引退を決めたんですよね。もうこれもうファイターとして放送心というか賞味期限が切れたなと思って、今まで絶対そういう勝負を、うん、あの計算しなかったんで、うん、死ぬ覚悟を持って試合したんですけ ど、 なるほど、それができなかったのがあの試合で、それで控室戻っても引退しようと思ったんで、あのそれがすごく僕の中では心境が変わった試合だったのかなと思ってますね。その日ね、あの控室がね、この大きい部屋で一緒で、隣で控室が、うん、あ、しましたね。僕もね、ゲームぶっ倒されて、ね、まあジョンさんも負けて、こう隣で話しながら、僕もね、本当に去年は3月マッサージに負けて、またゲイヨに負けて、ああなんかもう
俺も終わりかなと思ったりして、本当引退した引退かもうこれはと思ったりもしたんですけど、でそこでこれ潤さんの話じゃないですか、もうどうします今後って、もうバジ年も一緒ぐらいで世代も一緒ぐらいで、そうですねって話をしたりして、まあ僕も本当もう引退考えてますって話をしたじゃないですか、話し合いましたあの時ね、あれすごい覚えてて僕印象すごいあって、話し合ったなみたいな、あの時の時間はなんかこうやったことある選手だからこそなんかお互いになんか思い入れがある時間というか、すごい今のすごい鮮明に覚えてて、そうだな、初めての感覚でしたね。その後ゲオがまさかの相田さんにあの意外と苦戦をしてたんで、決勝戦元気なかったですけどね。決勝戦は完璧にもう独壇場でしたもんね、もう。そうですね。いやまあなんかでも格闘技って今日もさっきも話してたじゃないですか、あのやったら勝てるわけじゃないし。難しいですね。だからだって、ジュース前回の K-1 だってあれじゃないですか。あのタイまで行ってね、練習して、それでかけた気持ちやってきてっていうのを今でも覚えてます、ね、話をしたの。タイ行って練習して、あの試合の前に足の指が折れて、それ蹴り蹴れなかったんですよ、結局。まあ、試合の時はもう蹴ってましたけど、あの試合の前まではもう足の指がばっくり折れてたんで、あのね、そうなんですよね。自分なりにはすごい努力したつもりだったんですけど、最後の最後に指がっくん折れて、そこが難しいですね。難しいですよね、本当に。なんかまあ今日さっき動画でアイキックを撮ってもらったりして、そのまあ実はまあジュースの話したの、実はアイキックってこうなんか投げたりとか面白いことやってるけど、本当はそこじゃなくてもっとロジカルな心と体のところなんですねって話をしたら、ジュースさん、それはちょっと見た目と違ってずるいですねこんな内容があると誰も分かんないですよって言いながら、決していろいろ話してあれフェイクですよね、フェイクですね、あれ面白い。で僕はなんで逆立ちしてるかっていう話も話してありまして、これも秘密じゃないですか。はい、それは秘密じゃないですか。まあ結構肩を固めるんで逆立ちって、肩がロックされるんでパンチの肩をロックしなきゃいけないんじゃないですか、だからこう肩をロックするのに、肩をロックするのに使ってますね。だからあの逆立ちして自体重ロックできるようになればそれはもうパンチ打ち負けないだろうっていうのもあって、であとは武井壮さんにどうやって逆立ちできますか、どうやって歩けますかって言ったら、今どうやって立ってるのと、その立ってるのをままやるだけじゃん、その足と手が反対になってどう歩いてんの、重心どう移動するの、全部考えれば分かるでしょって言って、いやいやいやそんなこと言われてもって思いながら、それがすごい頭にあったんで、まずやってみようってやってたら、あれちょっと待てよみたいな、肩固めるしパンチ強くなんじゃねえこれと思って、まあ毎日ほぼ毎日自分の指導中の合間にこう逆立ちして、結構今できるんですか。じゃあまあできますね、でももう普通に逆立ちで距離歩くはできないんですけど、多少はこうちょっと歩いてみたいな、ね、徐々にこうやっぱ進歩してきてますよ、徐々に。あとこう体のバランスを意識できるんで、こう頭と手が逆になったらよりバランス感覚が大事じゃないですか。自分の体をどう使ってるのかなと意識しながらやると結構勉強になるんですよね。あ今日もしあったら あっちに試合動画流せるんで、おお、あ、流しましょう、ね、なんか思い出残る試合とかあったら見てる人が面白いんだったらあれですかね、クラッシュの相談が面白いかもしれないですね。クラッシュのやつの方が面白いかもしれないですね。あんなに殴り合うしなかなかねえんじゃないかなってぐらい殴り合ったんで、面白いですよね。引退すると相田さんと煽りであんなに、あの本当にその時はこの野郎ムカつかなと思ったらね、全然あの普通に頑張れって感じになりますからね。このお二方の会話が聞けるなんて僕幸せですと、ここは嬉しいこと言ってくれますね。質問募集も、なあ、質問質問そうですね、募集してますんで、なんかいろいろなんか何でも質問してください。なんか質問にと会話するのが楽しいんですよね、言ってもらったことに対して、一人なら一人の返答しかできないけど、そのことに対して僕の考えとジュンさんの考えを言えたらより面白いと思います。確かに。だからキックボクサーの中でもあれですよね、僕とあの山本選手は多分似てると思うんですよ、ね、似てると思う。ちゃんとロジカルにちゃんと物事考えて、見えないものを信じるじゃないですけど、僕もだから無宗教ですけど、あの信じるものがあった方が人間は強くな入れるんじゃないかなと思ってたりとか。まさに僕もそう思います、僕も、まあ、いろいろさっき話しましたけど無宗教なんで、
まあ、C で言うなら徹夜教科なんて、自分教じゃないですか、やっぱそうですよ、ね、自分の考え方があって、まあ、いろんなこと勉強するけど結局自分が判断をしていくし、だから今だから現役に対してなんで寂しくないのって言われるんですけど、今逆にもう教育者っていう立場だけで、うん、一本でできるんで、うん、だから別にそれはそれでこう自分の人生をちゃんと燃やしてるなっていう感じがあって、毎日勉強していろんな経験をして、深いですね、みんなにいろいろ伝えられたら幸せだなと思って、深いですね、これですね、よいしょ、これベストバウトですね、これ面白いと思います、防衛戦、これ防衛戦、僕のベルトの防衛戦ですね、めちゃしかも映像綺麗すげえ映像綺麗じゃん、塾長マスクも前だね、これ。いや、マスクつけてたんですよ。マスクつけてて、今ね。この時もつけてなかったでしたっけ、マスクも。つけてました、つけてました。入場つけて、起きた時は外してましたね。あ、なるほど。髪の毛はだから乱れてる感じだったんですよね。この試合はだから、ちょうど相田さんが、うん、やっぱり僕の中でこう強いイメージが出来上がってたんで、うん、自分との戦いでしたね。相田さん年一緒？僕より多分年上ですね。1個か2個ぐらい。僕と一緒？多分同じぐらいだと思うんですけど。これ初防衛戦。初防衛戦ですね。なんかでも向き合ってこう、あ、こいつへって感じることあります？あ、こいつ強いなとか、相当そうだな、でも僕はあんまりこう、なんだろう、気持ちで負けないようには自分に洗脳したんで、うん、そこはあんまりあれかもしれないですね、うん、結構逆にだから大和てっちゃんとの試合の時はあれふわっとしてて、あれこんなもんかなって思わせられたのは感じました。僕出た時にさあ、はめられたなって思って、ね、僕は弱さの中に強さがある、そうそれはだから乗せられたなと思って、乗せてるそれじゃないですけどあれこんなもんなのかってポンみたいな、そうそれをやられたのが一緒に会話して、あ、完全にはめられたなってはめるつもりないですよ、それが僕のスタイルで、そう、それがでもやっぱ試合だな、試合巧者だなっていうのを一緒に飲むようになって、なるほど、まあ、分かりましたねでも本当にそういうスタイルは大人じゃって覚えたんですよ、うん、ノラリクラリ、ね、バチーン、ノラリクラリバチーンなんで余裕ぶっこいてる感じにしておいて、うん、本当に僕は純粋にムエタイスタイルって昔のキックボクシングスタイルのもの、うん、僕があって、うん、その今ってボクシングキックじゃないですか、ほとんど、うんうん、でも僕はキックボクシングなんでキックあってのパンチが生きるスタイルってのをやってるんで、大和ジムの選手はでもみんなあれですよね、綺麗なムエタイみたいな動きをしてますよね、うん、会長にそういう推しがするんで、うん、だから僕もこういう試合見てたから、試合する前にちょっと、はい、打ち合いを避けたいなと思ってましたやっぱやっぱ相田選手はパンチ速いんですか？速くないんですけど、ショートっていうか伸びてきます。見えないですね。ノーモーションなんで、特に2回目の時はかなり仕上げてきてましたね。なんか、マサトさんが解説で言ったのは、なんか、相田はボクシングの世界ランカーとかもボクシングのスパーリングで呼ばれてるからって言って、で、僕もこの試合の後なんですけど、ボクシングの日本チャンピオンだった細川バレンタイン選手っていう選手なんですけど、そういう選手とスパーリングやらせてもらったんですけど、日本チャンピオンでも鬼のように強かったんですよね。やっぱ強えなと思って、ボクサーのボクシングはと思って、世界ランカーとやってるってやべえなと思って、ね、この間僕、内野高さんとパンチマスでありましたけど、はいはいはい、次元が違いますね。引退した選手でも強えなんで、次元が違う。もう初めて向き合ってパンチを避けたりしながら、あ、もうちょっと当てられないから、本当に軽くだったからいいけど、これ本当に打たれたらこれ死ぬな、本当に初めて恐怖を覚えましたもん、軽松なのに、軽松なのにやばーと思って、でも終わった後にそいつは意外とボクシングできんね、今度ちょっとさ、ヘッドギアしてスパイやりますやろって言われて、俺死んじゃうって蹴りやりでますしたからさ、本当に
3ラウンド目からかなりあれですよね、うん、延長延長まで行きましたね、うん、意外とローがあれそうだけど、あんまローはまあ、そんな効く感じじゃないんですか、蹴って相田さんですか、ロー強いじゃないですか、そう、ユーナが、あ今なんかナビいた、ナビ切ってた、そうね、足はまあ、ぶれましたね、やっぱ体のフレームがでかいですよね、うん、身長も178センチぐらいあるんで、うん、別に筋肉とかはないですけど体の骨格でかいですからね、うんうん、それはありますね、今あれですか、誰か K-1 ファイターで一押しの選手はいるんですか、押す選手 K-1 ファイターで強いな、こいつって思う、あまあやっぱりスター武尊選手はそうだけど、うん、まあ強いなって思うのはまた武尊選手とか、うん、強いなって思いますね、日本人で言うなら男、まあ久保選手とかもそれも強いけど、木村選手とかなんかその竹吉は、ま、違いますよね、レベルの、うん、ちょっと違う強さじゃないですか、伸びしろもまだまだありますしね、うんうんうん、他の選手は、まあ、パフォーマンスもあるけど強さもあるけど、竹吉選手は普通に純粋に強い、強いですね、それは すごい思いますね、あなんか今ちょっとね、まあ、僕知り合いなんですけど、はい、質問あったんですけど、今試合を見た後に質問しよう返そうかなと思って、あとボクサーの僕のこのジムでトレーナーしてくれる子が、はい、細川さんはマジ強いですよ、強スパーできることが強いです、すごいです、ありがとうございます、頑張りました、え、それ何人ですバレンタイン、バレンタインさん多分あれ何なんだろう、ケニアとかのハーフだと思うんですよ、うん、見た目は完全に黒人ですね、うん、だからなんか違いますよね、その身体能力というか、うん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 、ウエットトレーニングやってないんで俺ベジタリアンなんだよって言ってるんですけど、めっちゃムキムキなんですよ、うん、やっぱハーフの人はね本当に覚醒するっすよ、ハーフやばいっすよね、すごい、まあ、女性なら可愛さとかもあったりだし、だってこれテニスの、あの誰でしたっけテニスの優勝した大阪の、あ、そうそう、もうハーフですもんね、なんかあれらしいですよね、あっちの方の国の人は剣の太さがもともと先天的に違うらしいですよね、うーん、あの日本人と、うーん、剣がもう生まれつき強いから、あの筋肉がなくてもウエイトトレーニングが例えば上がらないとしても、うん、あの爆発的にクリーンとかああいう一気にスナッチみたいな上げる動作はパワーが全然違うらしいです、ね、バネがいわゆるある、バネがあるんですよね、身体元々の能力で、なるほどなるほど、だからやっぱパワーがありますよね、なるほど、オスカー選手強かったですね、うーん、右ボディで痛いですね、あのレバーとかじゃなくても普通にあばらがこれあのスパーリングのやつもおられるやつだなって、へー、どこの方なんですか、カトエビボクシングジムですね、東京まで行ったんですか、東京行って、はい、よく練習は行ってたんで、終わった後にもっと 打ってこなきゃダメだよって言って、いや最初もうビビってジャブだと左手しか打てないから右打つと右のクロス狙ってるのが分かるんで、右に右食らいたくねえなと思ってそうじゃなかったら俺も練習になんねえし中澤君も練習になんねえよって言って、それでやってましたね、すいません、ありがとうございます、でもこれファンの人と聞きたい話だと思う、打ち合いの時何考えてます、打ち合いの時ですか、もうこの試合はもうゾーン入ってたんで何ももう無でしたね、何も、うん、来たものに対して反応しておいてた感じでしたね、この後かな、延長の時からなんかわかんないですけど膝蹴りがマジで一回パンチ打った瞬間にゴン入って呼吸が何秒もできなくて、あ、食らったんすか、思いっきり僕が延長の時だと思うんですよね、パンチ思いっきり打ったらここに思いっきりボーン膝蹴り入って、うん、その時はいろいろ考えましたね、あの、このまま倒れたらどれだけ楽なんだろうっていうのを考えて、でもここまで来たらあと打ちようと思ってやりましたけど、もうこれあれですよね、ムエタイじゃなくても K-1
K-1 ルールならではの戦いですよね。これは熱い、会場で誰みたいな、これは熱い。自分でも見てると力入りますね、これ。ね、本当ですよね、よくまあ、こんな殴り合ったなと思いながら。ずっとこんな殴り合いしてましたからね、延長戦ずっと殴り合いでしたからね。うわ、あまりにも打ち合いすぎちゃってもうタトゥーのスプレーが全部取れちゃうんですよねぶつかりすぎちゃってどんどん出てきちゃうんですよね。この時自分の心境は判定の分かったなと思ったんですよね。でもメインでもお客さんが満員で、うん、ね、おお、おお、あのり、空手の極真空手みたいな距離おぉ、試合終わった後、この時手がもうパンパンに腫れちゃって拳が腫れちゃって、いつもあれですか、名古屋でやってる時とかスパーリングとかってのはジムで、ジムで仲間でやってますか。僕は基本的にマススパーしないんですよ。うん、マスばっかりのさっき選手だし軽い感じでやって、うん、軽くてもまあまあバシバシやりますけど、うん、倒しに行ったりしない感じですね、うん、技のこう交流じゃないけど。なるほど、だからこそまあ長くできるんでしょうけど、うん、確かに確かに、そうなんです。でもスパーばっかりやる時もあるじゃないですか、慣れ、うん、てるところもありますよね、うん、選手が名前出せませんか、有名なジムとかありますよね。ありますね、ポンって当たると昔は耐えてたのになみたいな、うん、なんかガクンと落ちますね、落ちますよね、動きが試合よりもあの多分練習の方がダメージ溜まってますよね。いや、僕はもうスパーはあんましないんですよ、今すぐらしい、うん、これは激闘だ、これは。この辺りは辛かったですね、うん、もうずっともう前に出てくるんで、あれ前蹴りが痛かったですね、ソーダ選手前蹴りが、ただ中速で前蹴り蹴ってますよね、全体的に前蹴りがなんか三日月蹴りみたいな前蹴りが出てくるんで、これはもう子供の喧嘩みたいなぐらい打ち合ってますからねどっちか決めろよみたいな感じなんですけど、相田選手は丈夫じゃないですか丈夫やっぱり、ね、丈夫なんですよね、丈夫そうだ、純さんも丈夫そうだけどそうなんですよ、だから喧嘩みたいになっちゃうんですよね、お互いかわしてコーン当てないと多分倒れないんですよ、カウンターじゃないと。何言うんだ、本当にこの時あるっすね、ああこれだよとか思ってあ、大体先に言われた方が言われるですから勝者って、そうそれ分かる、それ分かる、ドキドキしちゃいますよね、ドキドキですよね、これやめてよと思ってあ、
びっくりしちゃう。ボーみたいな。あのパターンでも。またね。ね、昔からのキックで言うと、勝ったやつが言うじゃん、先に。そう、わかる。昔からそうじゃないですか。先に言われますもんね。怖いなぁと思った。もうこれもいい。それが全部でしょ。本当だ。ちなみにクラッシュのベルトはあれ買ってないですか、あのそのレプリカみたいな。買ってないですよね。もらえるんですか。もらってないですよね。もらってない、もらってない、うん、なんか業者ありますもんね。30万ぐらい作れるんでしたっけ。そんなするんですか。そう、そんなんでしたよ、確か。他の団体どうでした。僕 WBC のタイで作ってるから10万ちょっと。イエーイ。裏激闘だな。殴り合いましたね。うん、なんかあれはいい試合ないですか。なんか一番自分の中で。僕の、はい、僕はなんかね、何がいい試合かな。でもパッて言われてパッて思い浮かぶのは、まあ、いい KO したなっていうのは、本当に全部いい組み立てしたのはケビン・ロスっていうアメリカ選手と。アメリカで2回目やった時の試合は、肘ですか。あれはね、自分の中ですごく整ってた試合っていうか、うん、あれも試合前僕、会長に両足親指の付け根を三日月かなんか痛めちゃってて、歩くのも痛くて、首も痛くて、向けなくて、こっちが。会長、僕も足も痛いし、試合前に首もこっち向けないんで、僕多分サウスポーで下がってもいいですかって言ったら、うん、好きにやればいいわと。始まったらカーンってすげえな。オーソックスやってて、痛み忘れてオーソックスやってて。何かあればまた出しますんで。あ、その僕の決めた2回目の。でもあれ動画とあれがずれるんですよね、音声と動画。へえ。それが自分のでもあれ1ラウンド終わったんでしたっけ。1ラウンド、はい、ね、2回目タイトルマッチで、2本目の世界ベルトで。なんか開けてみたら、あれこんな風に戦うつもりだったっけみたいな感じで戦っちゃって、無意識に。まあ例えば昔の K-1 試合も含め、去年の試合も含め、いろいろお掃除も含め出てくるけど、やっぱり僕基盤に埋めたいがあるんで、その試合の印象強いかな、やっぱり。なんか絵画の試合って自分で道を切り開いていくような感覚があって、海外でいい試合をしたらそれ評価されて、プロモーターから呼んでもらえるんですよね。これか。あ、あ、こんばんは。あ、じゃあその、ちょっと待ってですね。質問があってですね、はい、中澤選手と哲也さんに質問です。先日交通事故に遭って、相手と相手の保険会社からムカつくことを言われて、冷静に話すことがどうしてもできません。どうすれば感情をむき出しにせず、最低限のお金を引き出すことができるのでしょうか。書くとき関係なくてすみません。感情をむき出しにせずに、最低限のお金を引き出すことができるのでしょうか。それもう金取ったやつが勝ちだよ。もうじゃねえ。その考え方変えることだよ、うん、一番は。そう、大人になって、その時のおしゃべり合いは別に負けるか勝ちじゃないけど、うまくねえ、分かってんだから。いや、こんばんは。自分で第二の領域って話、さっき話をしたんだっけ。第二の領域って、第二領域なんだろう、その第二領域。時間軸マトリックスですかね、第二領域、ね、じゃあさっきなんか質問の本質を言うと、第二領域についてもっと知りたいです。なんだろう、第二領域って。あんまり僕難しいことも分かんないんだけど、僕あれかな、 YouTube でこの間上げたから、ね、あ、それかな、その方言ったのかな。第二領域、あ、そのことじゃないですか、ね、きっと。そのことだ。何でしょう、第二領域。第二領域は未来に対しての投資の時間ですよね。なるほど。今のその暇の時間だけど、重要だけど、なんですかね、緊急度が低いことですか。体鍛えるとかってそうじゃないですか。うん、すごく重要なことだけど、緊急度は低い、うん、勉強とかもそうだと思うんですけど、重要だけど
緊急度は迫られてない、あの、うん、期間決まってないじゃないですか。なるほどなるほど。でもそこから人間って逃げて、第一領域というのは重要だし、うん、もう期間も決められてることが第一領域で、だいたいそこにみんなサラリーマンの人とかっていうのはみんなそこにこう行って、やべ毎日やべ忙しいよ忙しいよって言ってこなすだけになってるんですよね、うん、あのワークじゃなくてジョブになってるんですよ。それちょうど今日僕まさにこれで僕なんか書いたんですね、あの仕事とは、ね、それを今日あの株式会社トップスの会社でお話ししてきて、うん、仕事ってそもそもあの使えることだから、あれお金だけに使えることになってるんです、うん、だから同じようにあの時間を過ごすだけにして、例えば時給だったらば、例えばあと5時間で、あと5時間もあんのかよ、じゃあ時給1000円ならあと5時間頑張れば5000円か、買ったりな、まあ、やるしかねえか、いらっしゃいませってやるのか、いやこの仕事を通じてどういうふうにお客さんが満足できるように、その思いのことに動いてお金の後からついてくるってことをロジックを理解できていれば変わるわけじゃないですか。それ今日話してきて、あやっぱ期待で見たらしいです。 ありがとうございます。でそれを今日話をしてきて、どう向き合うかですよね。そう、向き合うかなんですよ。だから本当に僕思うのは、例えば、まあ、これは多分あの本物の木じゃないかもしれないですけど、例えば本物の木の仕事とかで削るだけの仕事で単純作業だとしても、うん、そこに対して本当の意味でこれが誰かの役に立ってると思って本気で仕事したら、例えば今日はこの木の目があの目が粗いとか、うん、細かいとか、あの今日は乾燥してるとか、うん、ちょっとその分かんないですけど今日は濡れてるとか、うん、そういうのがこう触っただけで分かる人間になれると思うんですよ、うん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 、やっぱそこになんないと、そんなただ単にジョブしてるだけになっちゃうんで、本当にどんな単純作業だろうが本気でやれば多分絶対普通の人で分からない、この肌質とかなんか、うん、そういうのがこの木とかでも分かるようになると思うんですよね。なるようになりますね。なりますよね。なる。だからジャブだってそうじゃないですか。だってパンチ、ジャブ、フック、アッパー、うんうんうん、その3つのパンチをうまく使うだけですけど、うん、フックはフックでもここでこう当てると効くとか、深いな、細かいデディールですからね。ロジカルだな、深いですね。話は深い深い、さすがのラジオさん深いな。でも本当ね、パンチも、ね、仕事も一緒ですからね。そうだから僕思うんですよ、僕らの試合に対するプロセスも、まあ僕も今からこれからね、まあまだこれから発表するけど地味あるのも、これからやっていくのもプロセスは一緒なんじゃないかな、うん、やってきたことは、ね、ただそれでも形が変わってくるだけであって、うん、だからジュンさんも多分成功してると思うんですよ。それもうそこは本筋ブレじゃないんで、うん、僕ジュンさんが言ったことすごい、この間あのアワーとの後に飲んだ時にすごいかっこいいなと思ったのが、俺はランボルギーニ乗るから、お前社員の課題に、俺はランボルギーニ乗りたいから、お前らはそれ多分 BM とかベンツが乗れるように頑張ってくれって言ったんですよって、すごいかっこいいなと思って、自分一人勝ちじゃなくて、俺はこうなるからお前らもついてこれぞになってくれっていうのがかっこいいなと、あれは本当にねベロベロながらうなりました、ね、唯一覚えてる、唯一じゃないけどそっから海ちゃんが来たのかね、楽しかったですね。楽しかった。いやうわ、だから本当そっから、いやすごい人だなと、俺ようこの人に勝ってたなと思いましたもんね。いや本当に今こうやってあの付き合って、あのフック食らった理由もあの分かったっていうか、今日、ね、逆にそう、ね、いろいろ勉強になって、あ、まあこの人間だったら負けても別に恥ずかしくねえなっていうかって思えたから、お互い良かったですね。そうですね。僕も今これからビジネスしていくんで、やっぱジュンさんから聞いたこといっぱいあるし、で逆に僕もね、本当にもう47都道府県セミナーをイメージしてるんで、うんうん、まあ、何年かで、だから群馬行きたいですよ本当に。まあ、いいタイミングの時にジュンさんにコーディネートしていただいて、ね、やりたいなと本当に。でも需要あるかな、群馬でやって、僕じゃあ絶対あの大丈夫ですよ、回してください。そこもお願いします、回してください、お願いします。人が少ないと悲しいんで、絶対ちゃんと呼ぶと大丈夫ですお願いします。いや需要ありますよ、あれね。ケミノス行きますか。あ、ケミノスお願いします。いいですよね、でもこう海外でこう戦うってのはやっぱりいいですよね、うん、日本人をこう背負って戦えるっていうのは、そうですね、いいっすよ本当に。日本人同士で戦うのもまあ面白いですけど、工業的には、そう、世界っていうのもまずね、そこ工業的にはやっぱり本当はまあもっとイベント的にはですよね。そう、イベント的にはまあチケット売れるしって感じだけど、日の丸所ってやっぱ戦うことに本当の意味で俺は意味があるんじゃないのかなって、だって思うとこありますよね。普段日本にいたら買いたいものどこに行ったら彼が分かるし、海外行ったら
通貨も違うし、どこに何があるか分からないし、まず場所の地場所だから始まるんですよ。どこだろうここって、何があるかなとか始まって、サウナがあるかどうか分からない、ジムがあるかどうか分からないから始まっていくんで、不安と向き合いながらこう自分を調整していくんで、やっぱ本当に研ぎ澄まされていくっていうか、ほんといい経験してきました。日の丸と戦ってますからね、うん、日本国民の期待ですね。これはスクですか？これはテミキュラっていう、うん、LA の外れの方ですね。これ、ノータメージだったんで、次の日みんなでワイナリー行ってなんでベロベロになってベロベロになってイエーって感じでもすげー、この時63キロですか？63.5ですね。体ちっちゃいですね、細いですね、うん、そうなんですよ。若い何がって言ったら若い2015年なんで4年前ですね。海外で試合はしたことありますか？中国に一回行って、うん、何て言ったの？あれですよ、この英雄伝説みたいな、そんな辺のやつですよね、うん、それで、あれなんですよ、暴動が起きて中止になったんですよ。入場、もう頼るのって、入場まだかまだかと思って待ってたら、ライフルバーンとか鳴れて、日本人が、会場内で、日本人が、日本人がこんな会場で試合してんじゃねえみたいな。マジっすか？で、あのプロモーターの日本人なの、岩隈選手じゃないですか。みんなちょっとこっち来てっつって、こっからちょっと荷物持って車乗って逃げようって言って、え、逃げるってなんすかみたいな。そんなに撃たれちゃうからね。もう威嚇射撃されちゃって、ここで攻撃をすんじゃねえ。そういう時ってファイトマネーどうなんすか？ファイトマネーもらえるんですよ。ああ、もらえたんですけど、でもとりあえずすげえ、もう車で4時間ぐらいずっと下道みたいなのずっと走らされて、それでこの地域から逃げないとダメだって言うんで、で、なんか本当にあれですよ、北斗の拳みたいな感じで、あの歩み道ですか？ああいう汚い道で、バン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 みたいな感じで、本当にあれですよ、洋服がこう破れて、半分裸みたいな人が歩いてるんですよね。中国はでかい。中国はでかいですよね。本当に貧富の差があるんだなと思って。今思ったけど、なんかいろいろワインとかいろいろあるんですね、実はこれ。まあ、あんまり早い時間にワインとか、ただ、クズ鉄が。いやいや、まだ今日はあの、クズ鉄最高じゃないですか。ニュートラルからスタートなんで、まだ。前回の結構ベロベロでしたね。ベロベロスタートだったんですか？僕、あれからって飲みに結構ね、重いですよね。さあさあさあ、そんな飲んでる姿じゃない。一応です。ちゃんと真面目な説明が出るので。これ、首が痛いからサウスポー構えていいですかって言って、いいよ、細く構えるみたいな。ナイスローは。とにかく動いて、ローを蹴ろうっていう。そう、さっき質問答えた人が、本当にありがとうございます。感動しまくってます。何の質問だろう。さっきのその第二領域。ああ。見ないで終わっちゃうんですよ。ああ。でもこれケビンオス僕に負けたら、はい、なんかいや実は自分の飼ってる大事な犬が病気になってつい3日前に死んでしまってみたいな。いやそれ分からんでもないけど、お前それおいみたいな。分からんでもないけど、犬かっていうか、分からんでもないけど、犬やし、だから俺に入院すんのやって、わざわざそんなこと言うなよって、だから先に言っとけって話ですか。お前、犬死んだから1ラウンドぐらいちょっと手加減しろよって。しかもこのレフリーがコーバーンっていう、すごい昔のタイ人、すごい強い選手だったらしくて、リングインしたら会長が文句を発するときに、俺の大好きな交番の中でレフリーもういい絶対勝ってくれよって、会長そっちみたいな、僕の試合よりも交番に大興奮しちゃって、交番の中やでつやそっちですかみたいな話して言ってないや、はいっ
言いながら心の中ではそっちかいみたいな交番かいみたいな足は赤くなってます、ね、もうこれローでいけるローでいけるみたいな結構あれですよねもうこれで下散らせてます、うん、で三日月蹴りを結構練習して三日月蹴り何回か当たってましたね、はい、でもこの試合はハイキックで倒したかったんですけど倒せなかったもともと空手とかやってたわけじゃないですか少林寺拳法だったんですけど実際でもそんな、小学校から中学生までやったけどこの後かなあんまり資源やってないんですよほんとお習い事程度だったんですよなんか見よう見ようでいつもやってるんですここで三日月打って効いたからボディ打ってフェイントからの肘効いた効いたあ取ったこれなんかすげえザクザクに切ってなかったっすかこっからこっから多分3カ所ぐらい3、4カ所くらい切るのかなで今からハイキック蹴るんですけど倒れなかったんですよハイキックじゃこれ倒れなくてでこの数発で3カ所ぐらい切るんですようわ、痛い 笑っちゃうけど , 笑っちゃダメだけどもう確かに血まみれだこれほど、おい、I'm number one! 先ほど言った、I'm number one! って書いてまだアウェイだったんで、うん、もうちょっとシーンでしょうね、会場がねシーンで結構やっぱでもムエタイはやっぱ好きなんですか競技的にまあ好きでも肘内がまあうまい自分得意だし、うん、あとでも僕もやっぱ K1 出たいと思って上がったんですけど、うん、K1 出るためにはやっぱ狭きもんで、うん、まずキックでチャンピオンにならなきゃいかんわけじゃないですか肘あれのルールでえそうなのと思ってじゃあやってたらまあムエタイ強になって肘あれのルールが得意になってってっていう状況でコーバーンはデッカーとも戦ってますねあラモンデッカーラモンデッカーとへぇうん僕的に今おすすめの日本人ムエタイファイター吉成名だからあーもう有名あれもうあれだってルンビにラジャー WBC、ね、でも2つ取ってますもんねすごいっすよねすごいっすよね、うん、梅ちゃんに先に言ってほしかったけどまあ先にそこ行かれたかねミニフライ級みたいな感じですよ48キロぐらいですよ、ね、強いですやっぱうまいうまいっすね速いっす半端じゃないですよだからもうタケル、ナスカラ天心だけじゃなくてナダカもいるぞっていうのあの A1 スポーツチームであのうちのスタッフが A1 のこのいるデビューとかいるんでそれでつながりがあってお話しさせてもらうんですけど俺よりすごい君はって18歳でそれができるんだから半端じゃないけどあの君はもう18歳で20億から30億の価値がある人間だよって、うん、あの本当にどっかの大社長があの君の若さをあの俺にくれるんだったら多分30億払うよって、うん、超お金持ってる人だったらそのぐらいの価値がある人間だけどムエタイって競技の人ってどうしてもパフォーマンスがあんま上手くない、うん、もったいないなと思って、うん、上手い強いし半端じゃないけどやっぱり あんま強くないけどこうベシャリが上手い人の方が結局目立ってるのがあるじゃないです か、うん、か俺それだけじゃダメ強くてベシャるのは構わないけど、うん、強くないのにベシャリだけで有名になって、うん、俺ナンバーワンみたいになってるのが、うん、まあちょっとチラチラちょっと K-1 のイメージ浮かんできますから、まあ、言えないけど違うじゃないですかわかりますわかります、うん、だからやっぱりねあの彼みたいな人間がこう少しこう、まあ、ファイトマネーなりスポンサーなりこう還元されるようなスポーツになっていかないとダメだから、ね、悪いけどそこに関しては俺があのちょっと先輩ずらして天狗になっちゃうけど、うん、言うけどもっとここにやらなきゃダメ、うん、自信持てよってまるまる選手のこと強いと思う有名な選手だけどって、うんうん、いや全然強くないですってでも再生回数見てごらん YouTube の、うん、すげえだろって、うん、君がやったら中身もあるし、うん、あのパフォーマンスもできたらすげえんだからって言ってあのちょっと頑張ってこう叱咤させてもらったんですけど、ね、間違いないですでそのそのこの選手強くねえだろって選手は後でこれ切ったら聞くんで誰かなみたいな、まあ、まあまあいろんな選手いますからね、まあまあまあ、もちろんもちろんでも僕本当思うんですよで僕本当に本物っすからねあのてっちゃん本物だからいやいやいや本物本物本物ちょっと飲んじゃおうかな違う、ね、でも僕もやっぱりあのこう強ぶってるふりはしたけどやっぱり K-1 って舞台はこう本物が集まる舞台だと思ってるんで、うんやっぱそうじゃなきゃったら、うん、間違いない僕はダメだと思ってるんで。でも本当に、まあまあ、何も発表もしないし自分から言うしかないけど僕ケンワルールでもう一回ゲーよってやって倒そうと思ってるし、うん、で僕は本当になんかねこう
今まで今動画を見てあったように僕世界と戦ってきたんで、うん、世界と戦いたいって自分がいるんですよ、うん、確かに確かに。でもファンの人が僕の試合を K1 で見たいって言ってくれる以上、やっぱり僕は K1 で需要があるならば、うん、確かにね、そうそう、やらなきゃいけないと思うし、だから僕はあと2本世界ベルト取りたくて、うん、K1 ともう1本ムエタイ取ろうかなと思ったりとかして、うん、世界と戦いたいんですよ、大和哲也として、うん、今までやってきたのもそうだったし、うん、まあでもビジネスって我慢するところもあるわけですよ、いろんなところでも。だから僕は自分がやりにくいルールかもしれないけど、ここでもう一回行こうかなと思ったし、あとキャッチ、今ほらまあ僕行ったりしてるから行っていいと思うけど、まあ結構今の K1 の結構曖昧じゃないですか、ルールがなんかいろいろ、うん、えみたいな、ありますよね、ね、それはあるじゃないですか、絶対お前とつかんで膝切る、そう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 、絶対マジなんじゃないのとかも、終わった話はいいんですけど、彼がどうとかって話して他の人もそうだし、じゃなくてなんかこう、とこもあるし、確かになんかルール自体はそもそも選手を守るためなのに、うん、そのルールに僕たちもそうだけど、うん、殺されることもあるわけじゃないです か、 確かに。ダウンじゃないのにダウンで判定負けとか、例えばね、うん、で後から言ったら、まあ、芸人の遠吠えみたいに言われるかもしれないけど、そうじゃなくて、うん、だから本当に僕今 K1 の中で戦いたい選手いますかって言われると、それこそ今純さん言ったのと一緒で、知名度と実績の差から言うと、僕正直マジでゲオとピケオしかいないです。まあ、マサキともいるけど、今興味あるのはゲオとピケオしかいないです本当に。もうピケオは言っちゃうと、ゲオ倒してピケオ行こうかな、ね、なるほどなるほど、うん、その合気道をそれだけやったら、なるほどね、逆にそこはもう、そうそうそう、和の力で、そうマーシャルアーツを使って重力5をそセンスで、まあ確かにあいつ相手に5でいったら勝てないですからね、勝てないですね。で僕は木村選手の試合と正明の試合を見て分かった、なるほどなと。何すげえ気になるそれ。攻め方じゃなくてPK をもう当たりを聞くわけですよ。木村選手の試合の時は食らってなかったから、木村のパンチは強いって PK 選手は分かったから打たせなかった、ね、長いですからね。で、正明の試合の時はもらったら聞いたから、うんうん、じゃあもらったら聞くってことはいかに当てるからじゃないですか、うん、確かに。亀の選手は打てないんですよ、うん、どこのタイミング打つってさっきのやつはここじゃないですか、このままね、打たせて倒すっていうスタイルで、なるほど、刺さって、まあ、うん、芸を言ってから、それは面白いですね、引きを借りたいな、ドリームがありますね、ですよね、なら僕も燃えます、だったら。でもじゃあ、まあ他の日本人選手とって言われたら、まあ、正直燃えるか燃えなかったって言ったら別に、まあ、知名度あるかもしれないけど、燃えるかどうかって言われたら、まあ、ちょっと押すって感じで、まあ、押す押す、まあ、ね、そう、年をまあ重ねてきちゃってるから、成績もいろいろあって、そうですよね、もうそういう選手も超えてきてるから、押す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 って感じになっちゃうんだけど、だから個人の夢としたら世界の強豪とやりたい、うん、確かに。だけど世間的なものを含め、やっぱりそれが盛り上がるならやるのがプロなのかなと思ってます。難しいですよね、うん、それって。でも、いや、あの、組まれ断るつもりもないし、まず断ないけど、本人の意思としては、世界と戦いたい。間違いない、ね。日の盛りすると、本当に。で、本当になんか、世界って言える、胸を張って言えるような僕は強いやつでありたいし。うんうん、そうなんですよね、それは分かりますね、うん、格闘技ってスポーツを通してこう日本人をどう刺激していくか、ただミーハーのやつらに、いや、ウケるよね、あれ面白いよね、ツイッターリツイートしとこうじゃなくて、うん、どれだけいろんな人の胸に響くような試合ができるかっていうことを考えると、うん、そこですよ、本当に日の丸背負って戦うような試合をしないと、あのファイターが命かけて戦ってる意味って、いや、そこなんですよ、使えないかなって僕もこの年になると思いますよね、うん、僕もね、この間あのローキックのゆうきさんとツイッターでやり取りしてて、ね、なんか本当あの人も多分ね、そこにここにゆうきさんがいたら3人ですげえ盛り上がるんじゃないかってくらい、あの人も熱い人で、キックに対しても自分もあの人の準備になってて、思いがすごい強くて、いやすごいですってことを書いたりしてて、でもあの方はいやでも大和君と戦った経験があるから今俺も考え方が変わって今こうやってできてるんだよって言ってもらったりとか、うん、あー、格闘技って今日純さんとこうやって話したりとか先ほど話したりとか、あの時はやるかやられるかの2人だったのに、まあ、今時を経て、あ、こんな風に名古屋まで来てもらってね、飲んだりとかすごい感動してきて、すげえなって。だから格闘技でもやる選手とやらない選手ってあるじゃないですか、うん、縁がある選手ってない選手、
だから1回でも拳を交えて縁がある選手だし、なんかすごく感慨深くて、今日なんかすごい僕は嬉しくて、なんか、うん、僕もそうですよ。でも、ね、戦った選手でもブラック中澤かもしれないけど、戦った選手全員に僕愛があるかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりあくまでも考え方が一緒にいて、あの楽しいし、あの時間が無駄じゃないなと思う人としか僕は関わんないようにしてるんで、やっぱりそれはてっちゃんがやっぱ普段の SNS の投稿を見てて、あのこの人の考え方が、だから逆にだから考え方が同じすぎて現役の時は仲良くできなかったですね、やべえなと思って、これこいつ絶対考え方一緒だと思ってあの憎めないなと思って、そうすると、はいはいはい、そうするとやっぱりこう試合に対して このやる気を出すのが辛くなっちゃうと思って、あんま近寄んないでしょ。なるほど。まずドライな対応をしないと、なるほどね、あの倒していけねえなと思ってましたね。あの時は引退したからもう別に関係ねえやと思って、なるほど、普通にあの応援しよう 100% あの頑張れって感じで言ってるんで、はい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 、普通に話聞いてもすげえな、いいなと思って。いやいやいや、深いですね。なんか塾長書いてましたけど、またいいネタ、あのネタを、いや、とりあえずジュンさんのクレーバーさでまずはみんな聞きたいんじゃないですか、これを。あ、いいですね。タケルと天心。こっちですね。こっちです。反対。令和状態。そう。ここの2画面向けて。いいですか。あ、見える。下げて下げて。見えるか。そうそうそう。はい。いいですね。ジュンさんから見たタケル選手と天心選手。まあこれもほら、いいよね。もう笑い合ってるし。ジュンさんもうね、フリーの方で。引退してるからでも僕も言うけどねどうなんだろうなと思ってて、正直言ってあの陽吉貞戦を見て、はいはい、あの僕は武尊選手もっとワンパターンだと僕は思ってたんで、うん、よくまああそこでああいう切り替えをやったなっていうのは思いました。もちろん陽吉貞がメタイルールで戦ってるわけじゃないんで、まあ戦力はあの3割から4割減ぐらいにはなってると思うんですけど、うん、なんか体重にもよると思うんですけど、体重が重かったらタケルも勝負が本当見えないなって今正直思ってます。なるほど。てっちゃんはどうですか。てっちゃん的にはですね、もうまず一つ、まあ、全部今日ぶち上げますけど、まずタケル選手の強みは打ち合い最強なんですよ。そう、打ち合いが強い。よくまあ食らわねえであっていくな、勝負だし。天心選手は打ち合わないですよね。打ち合わないですね。まあ、蓋開けてみて、天心選手が勝ちに徹して距離を取って戦ったら、まあ多分巻かれちゃうと思う、武尊選手。でも天心選手が倒してやろう、倒さなきゃっていう思いに駆られて、煽られ方次第と。そしたら僕は武尊選手にだいぶがあると思います。だから五分なんです、五分。で、天心選手は一度経験してるんですよ。メイウェザー戦で、俺が日本を背負ってるから倒しちゃう、俺が倒すんだ、俺が日本の代表だって。これ実はプラスなのでマイナスなんですよ。倒さなきゃ、やらなきゃ、俺が日本背負ってるから。本来であれば倒したい、超倒したいんだけど、ベビーザーじゃなくてマイナスが入っちゃってるから力んじゃってるとか、まあまあもちろん力量差もあるし、からボクシングですごい選手としてあると思うけど、そういう部分で言ったらもう五分じゃないかなと思うんですよ、この二人って。僕もそう思ってます。スター性から言っても、でも本当この二人が触れ重なる時にはすごい化学変化が起きるんじゃないかな。面白いですよね、痛い。これ別にどっちの悲劇とかじゃなくて、単純に男として間違いない、この体重同士の喧嘩が見てみたいっていう、スポーツが見てみたいっていう。いや、格闘技あるでしょ、ね、それ見たいっすよ、見たいっすね、これは見たい、これは見たいっすね、だから別にタケル君が逃げてるって言ってるやついたら、そいつはバカだと思う、逃げてるわけじゃないし、お互いやっぱ大人の関係があるだけで、大人の理由があるんですよ、本当に大人の理由で。僕ね、これでね、ジュンさん話をよくしたんですよ。例えるならばって言って、ファミリーマートのファミチキがね、なんでセブンイレブンで売られないんだって。ああ、なるほどなるほど、そうですよね。生チキがファミリーマートで生まれるか、じゃあ大手チェーン店舗のイオン、いや言っちゃった店がね、じゃあうちでファミチキも生チキも L チキも売っちゃおうぜって、できないわけじゃないですか、いくらお金があろうが。だって生チキとファミチキはおのおののヒット商品だから、じゃあそこで戦われちゃって、生チキよりファミチキの方がうまいじゃんって言われちゃったら、生チキの価値が下がっちゃうから、おまじなんですよ。天心選手はどうって言えばいいんだろう。ライズの天心、K1 のタケル、
どっちでやるかってどっちかがじゃあどうぞって言うのは無理だし、うん、じゃあこれをじゃあライジンがやるって言ってもなんでだよってなるわけじゃないですか、うん、だからもう今はあの2人の戦いはファミチキ対ナナチキなんですよ。ベルチキでもいいんですけど、確かにそこなんですよ。おのおののレーベルの商品になっちゃってるから、うん、確かにそうです。それは混じらわしたくないですね。そうですね。時が来たらやればいいけど今は嫌なわけですよ、うん、おのおのの商品価値があるわけですから、うん、と僕は僕なりの会社がそう思うんですよ、うんうんうん、でも L 式も美味しい、ナナ式も美味しい、ファミ式も美味しい、あとは消費者の好き好みじゃないですか。タケルイケメンだしタケルがいいのか、天心が可愛いし強いし天心がいいなのか、うん、いやあのね、僕も面識コージ君だってね、イケメンだしけどちょっと面白い感じのコージがいいなのか。確かにね、そうですよね。ですよね。ちょっとこれ質問もちょっと出しましょう。片手組み膝、腕が当たってのダウン、両手組み膝での額裂傷、お二人の試合でもいくつか思い当たるような気がします反則の話ですね片手組み膝、はい、腕が当たってのダウン、これがね、まあね、だからね、流動的だし早い話だし分からなかったっていうのもあるかもしれないけど、いや僕はね、本当にあのもう言ってるしダイレクトに言ってるし言うけど、スロー再生してるじゃんって。確かにそうなんですよ。だから、うん、なんで何も言われんだよって。だって僕の別に誰とも言わないですけど、ダウンのシーンのやつだってスロー再生がこうラウンドのインターバルの時に流れるじゃないですか、うん、そしたらあのお客さんが当たってねーみたいな感じでわーみたいな感じになってるわけですよ。そこはね本当に僕も思うところで、いやだからサッカーみたいにちょっとビデオ判定を少し導入するなりしないと、何人の選手が泣いてるかってことを考えないと。そうね、僕実は話したんですよ。それしたらやっぱその流動的なものだし、この今ほら2週間以内かなんかに異議申し出ができるってあるじゃないですか。ああ、ありますね。でもそれ選手からするとそれこそ負けるの遠吠えじゃないですか、うん、そうそう、絶対言いたくないし。でも僕だってそのクラッシュで流れで膝蹴られて、あの腰にやられて、額切られて、はい、あれで負けたら手伝ったら TK を向け、蓋開けたら組んで蹴ってる、あとが異議申し出したって意味ないじゃないですか。確かに言いたくないし。そう、そうなんですよ。ですよね。そうなんですよね。僕もだから言いたくないじゃないですか。異議申し立てするならどうぞって言われたんですけど、いやそれはあのだ、まあ、マネージャーが僕にいて勝手にマネージャーがやってくれるんだったら、まだしも僕の場合はもう完全にプレイングマネージャーだったんで、逆にまあそこの弱さが完全にあって、いやもうそれ言えねえ俺からと思って、いやそれ本当思うんですよ。そうですよね、うん、だったらねスロー再生して、ああなんかが当たってますねって、いやもろでしょそれってそれはね僕もどうなのかと思うけど、まあでもそういう風に、まあ、流動的なものだし分からないものだからしょうがないって言われた時僕思ったんですよ、うん、あそうかと、だからグレーゾーンだったら俺もやったろうかな、うん、組んで蹴ってやろうかなと思ったんですよ。じゃあ俺もやればいいや、逆にキャッチして減点だったらいいや、減点意識でもぶっ倒したら2ポイントだからいいや、掴んじゃおうと思って、別に倒したらいいしと思ったけど、うん、でもまあそのこと言っちゃったらただ俺反則王になっちゃう冷静にね、熱くなって言ったけど冷静、俺それは反則王やなって。でも本当にキャッチに関しては僕気にすぎてたから、まあいいやと、うん、でポイント負けたらもう俺無駄だからやしょうがねえやで言ってやろうかなと、うん、まあ、1ポイント取られてぶっ倒したら2ポイントだから9対8じゃないですか。あやうくヤマトぶっちゃになっちゃうと思ってこれでパーってバーベル持って本当にそんなぐらい思ってました。やっぱこれ嬉しいですね。コメント激闘を繰り広げた2人が試合の後日に一緒にご飯食べたりとか、格闘技の好きなシーンの一つです。うん、確かにね。陽吉サダー戦を見て思ったのは、 K1 で やるなら武尊選手が勝つのかなと思いました。K1 は彼の舞台かなと。分かりやすい。やっぱ片手 そのキャッチありとなしっていうのはでかいですよね。また違いますよね、うん、そこってめちゃめちゃでかいですよ。でかいですよね。でかい、うん、でグレーゾーンっていうなら周りにしちゃえよって思っちゃう。確かにめんどくさいですよね。そうそう、レフリーも大変だと思うんですよ。でレフリーが最近変わったじゃない、いろいろ、はい、できてないレフリーもいるし。言いますね。
だったらもうグレーゾーンに しなきゃいいのにって思うっすよ。まあ一選手として飛び下げりでのダウンのシーン結構大抵掴んでますからね。はい、はい、まあ私はいいんですけどね。ワンキャッチと組み膝一発まで、 片手組み膝一発まで OK なルールでやらないと、いくら強いムエタイ選手を連れてきてもそこまでムエタイの選手の強さが生えないような気がします。いやまさにそうっすよ、うん、だってキャッチがないムエタイ選手なんてムエタイじゃない、うん、ムエタイじゃないし、 だって悪いけどみんなゲイを最強だと思ってるけど、ゲイはムエタイじゃあんま強くないですもんね、うん、まだある程度は強かったと思うけど、今のルールで今はだけど、だからゲイオはただ K1 ルールに適したムエタイ選手だから強いってことなんですよ。そう、もっと言ったらゲイオワンキャッチさせたら多分誰も勝てないよね。いやもっと強い絶対勝てない。ワンキャッチ片手組み膝あれやで絶対誰も勝てない。本当にそしたらチャンピオンもっともっとムエタイのチャンピオンだから、ね、したら本当にムエタイ界に僕しか本当にいないからと思うんで、だってキャッチされたらみんな何もできないわけじゃないですか。僕らは慣れてるけどね、肘上げやってきたから、本当そこら辺はなんかね、競技性としてだってファンの人も思ってるわけですから、うん、あれ組んでないって。いやそう間違いない本当に。クリンチなんで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 そっちが反則負けなのなんでって。あのうまいですよね、あの有名なジムとかなんかグレーゾーンの投げ方があの絶対これどうなんて思うやな、あのやり方うまいなって思うんですよね。あるあるある。えってかもい1時間話してたもん。俺も1時間話してた。楽しい時間早い。だいぶ口が滑ってきたんで、まだやりましょうよ。まあ、いいですよ、言われるけど。よし、もう頼んじゃおうかな。じゃあ、前行っちゃいますか。前行きますか。いいんですか、住職。どれ行きます？長野の恵み、あ、日本のワインですね。もしくはこれ。どれがおすすめなんですか？簡単なんで、長野の恵みがいいですよ。長野の恵み。長野行きますか。はい、じゃあ、長野の恵み、じゃあ。いいですか。どうぞ。1時間話したんだよ。いや楽しいな。なんかほら2人でやってもいろいろ話せるけど、これ見られてて話すってなんかいいんですよね。僕もなんか普段いるちょっとだけゆっくり喋りたりとか。全然ゆっくりじゃない。あ、すいません、ありがとうございます。いやでもジュンさんいいや。俺もね、僕でもまあいろんな選手ね、僕はな逆に相手に対して。今日もね、昼の練習の時に会員さんに言われたんですよ。いや練習だと仲間だから思いっきり殴れないスパーでも、あ、ごめんと思っちゃう。知らないやつだったら思いっきりどつけるのに。で僕そこで話したのは、いやそこに殴る蹴るに対して感情移入するからですよって話をして、だって例えばまあすごく何て言うかな、あの当然のようで、まあそんなこと言ったって話かもしれないけど、野球選手のピッチャーとバッターが親友友達同士で手を抜くことはまずないし、全身全霊やるわけじゃないですか。ただ僕らは野球選手はボールは投げて打つだけであり、僕らはそれの表現が殴る蹴るなだけであって、そこにそういうマイナスなあれってなくないっていう思うんですよね。じゃあ梅木さんちょうどこっちか思うんですよね。分かってるな。放送中に酔って寝ちゃわないように気をつけてくださいね。さすがすごい飲みます。さすがにそれはね。本当僕そう思ってて、でももちろんリングだったらぶっ倒したって気持ちはあるし、なんか僕はなんか素直に言いたいですね。言いたいことを言って、でもちゃんとして強さ見せればいいかなってスタイルでずっと僕やってきたんで。今だからこういろんな選手がこうキャラをね見せているのもあるけど、そのさっき潤さんが言ったように内容が伴ってて実力が伴ってて言うから重みがあるわけじゃないですか。ない選手が言うとそれで言っちゃって見えるとすごいそれで自分が弱いと思うんですよ僕は。そうそうなんですよね。それ何でもかんでも言ったもん勝ちみたいな感じになっちゃうとなんか安くなってっちゃうんじゃないかなって体感、うん、僕はだからもう今俯瞰して物事を語ってますけど、僕はあの正直言って K1 が大好きなんで、あのそれをこういい K1 でいてほしいから言ってるってだけなんですね。間違いないです。僕もいい K1 でいてほしいんです。憧れた選手、好きな現役選手、最初はやっぱり僕ら一緒だよ。憧れた選手
僕は雅人です。僕雅人。はい、そうですか。僕雅人さんが優勝した2005何年かのワールドマックス見て2年か。おお、僕ずっと野球とかやってたけど、ずっとベンチで。あれですか、クラウスの時ですか。いや、あの最初の日本トーナメント。ああ、日本トーナメントですか。僕野球とかいろんなことやったのダメで、野球ベンチで、うん、なんで毎日頑張って練習行くの出れねえんだよと、出ても帰られるしつまんねえのと思って、で気が見た時に個人競技やら勝ってたら勝てるし、雅人さん見てこれだ、うん、キックやろと思って始めて、気が付いたら自分もワールドマックスのチャンピオンになってて、うん、いやここは一緒ですね。一緒ですね。そっからもやっぱ一緒ですね。雅人さん、うん、雅人さんは一緒ですね。好きな現役選手。好きな現役選手か。好きな現役選手、ワールドワイドですよ。僕意外とあれかもしれないですね。あの自分ができないとムエタイ選手好きかもしれないです。どれ？あのサムエの試合とか見たり。サムエマニアックやね。サムエは強いですよね。左見たら早いなとか。サムエね。あのそういうの見ると面白いですよね。はい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 、左見るで制してるなとか。はい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 、っていうのは感じますね。なるほど。ああいうなんか自分ができないことをやれる選手っていうのに、あの今も逆に、あのそれすごい分からない、監督というかもう指導者なんで、いろんな選手を見て全部が全部僕のスタイルを共有するわけにはいかないので、その人がすごい分かる、幅広く見てますね。すごい分かる。僕もやっぱ系統は一緒でムエタイ選手で、僕はセンチャイ。あ、素敵ですね。あの選手も面白いですね。センチャイはね、僕マスやったりしたんですけど、マスやって初めて、あ、これ強いなと思いました。笑顔で練習してますからね、うん、センチャイは強い。僕はなぜ僕がセンチャイ好きかっていうと、僕達人になりたいんですよ。あ、この間の飲み会で聞いてましたよね。あ、見ましたっけ。この間の時言ってました。でもこの間でもね、記憶ないんです達人になりたいんですよ。でも自分の持ってる知識技術を自分のものにするだけじゃなくて、僕は伝えたいんですよね。うん、そういう部分ではその日高さんもすごくロジカルにデータ使ったりしていろいろやってくれるからで、僕はやっぱそういう風になりたいし、うん、だから僕今アイキックって言ってますけど、さっきまあアイキックのことやりましたけど、そこは鍛えたい、見ていただいて、あのね、あのジュンさんの MI のチャンネル、ジュンさんのチャンネル鍛えたいはカツオと2人でやってる。ああ、2人なんだ。まあまあまあ、今ほぼ僕はやってるんですけど、ちょっと話したんで、あのちょっと僕の声がよしよしっていうミントが入ってるけど、音がうまく取れてるといいけど、それを僕伝えたいし、実はああいう聞いてた、ああいうふうに話せると伝えれるんですよ。うん、 SNS ではあの表しか見せれないんですよ。うん、でもやっぱりその今日も話したけど、仏作って魂入れたらダメなんですよね。形じゃないんですよって。でも形も大事だけど、もっと中身が大事で、うん、で形があった中身があればもっと素晴らしくなるっていうことを伝えたいんですよ、本当に。確かに。ペトロシアンとかどうですか。いや、好きですね。あ、強い強い。 あれは強いですね。うん、体も今すごいサイズアップしてでかいですしね。テクニックもすごいし。今コメントで、はい、2人の思い出に残った試合は。思い出に残った試合か。思い出に残ったか。ならもう海外かな。海外、僕海外。ジュースの方がいい。僕はあれですね、クラッシュのチャンピオンになった時ですかね。うん。やっぱり小宮山さん。小宮山さんとやった時は、思い出に残ったかなと思いますね。僕はだから逆にどちらかというと遅咲きというか、21年 MA のチャンピオンにはなったんですけど、そこからやっぱりこうなかなかうまくいかなかった時期が僕はあったんで、勝てなかったりとかもあって、それでクラッシュルールにやっぱ対応がなかなかできなくて、全然また違うんだなと思って、肘ありルールと思って、でやっぱクラッシュっていうものが、今日ちょうど名古屋に向かってる途中に、あのカツオと、あの鍛えたいの相方のカツオと一緒に話しながら、あの来たんですけど、カツオがなんか結構そういう僕の試合のことマニアで覚えててくれて、あの僕はあの吉沼君っていうタンタンファイトクラブの選手に負けちゃったことがあったんですよ。あ、名前だけ聞いたことあるかもね。うん、その選手に負けちゃった時に、あのちょうどメインが山崎さんだったんですね。山崎選手だったんですね。うん、その時にすごい強くて、逆にクラッシュのチャンピオンはこのぐらい強くてよかったみたいな感じで、あの僕はブログを書いてたらしいんですよ。あのでもその時はこう山崎選手に対してのリスペクトがこう結構文面に込められてたらしいんですよね。でもこう実際試合になったらもう全力で倒していってる姿を見て、僕は感動しましたってカツオが
言ってくれて、なるほど、でそんな話だったよね。それを何か言って、やっぱ人って成長するんだなっていうことをあのカツオが言ってたんですけど、なんか深いな、今日深いな。何年か前の淳君だったら山崎選手と戦ったらあのすぐ負けちゃったんじゃないかなと思ったんですけど、うん、でも、まあ、結果的に負けたんですけど、かなりもういい勝負にはなったんで、うん、で、試合ができたんですけど、その時はもう自分が気持ちが強くなって倒しに行けるっていう気持ちになったんですよね。で、そんなに 高いと思ってたクラッシュのベルトをやっぱ取れた時っていうのはこう人生でこう努力して嬉しなきゃできるっていう、その男として嬉しい時間だったなと思いましたね。俺そんないい話されて、俺話そうとしたのがラスベガスに試合に行ってみたいな話をしてラスベガスの試合最高でしたっていう話をしたとったらラスベガス海外行ったらあの、ね、リムジンが目の前にいてみたいな話をしようと思ったら、そんないい話されても話できない。まあでもそうやって思うと、やっぱ僕は下げた王戦かな、2回目の。ああ、いや僕が下げた WBC 取った時に、1回目、2013年に、それ負けたんですよね。それ負けたんですよ、うん、アメリカの下げた王、うん、あれはデメキュラかな、行って LA の橋のホースで行ってやってて、え、全然いけると思ってポイント聞いたら1、2取って3取られて4取ってたとこに切られたんですよ、うん、で腹も当たるし、あ、いけるいけるいけると思ったらそれはワナで打った後に左肘食らってバカンバーンってばっくり切られて、うん、一発で TK 負けしちゃって、僕はあーって負けた時に悔しさよりもなんかこう、あー俺はまだ世界一に叩かない器だったんだなって、うん、よし、じゃあ来年もう一回腹決めてやって、来年もう一回挑戦してやろうと思ったのがきっかけで、1年後に下げたことやって、なんかこう向き合って、僕なんか徹夜スカウトが働いてなんかいろいろあったりするんですけど向き合って強さが分かって、お強えとか、あ、こいつと思ったりするんですけど、下げたことを心がけた時に組んだんですよ、組んだ時にあの下げたこと首相撲をするんですよ、組んだ時に、え、隙間があると思って、あれ NGF ってやったやつでしたっけ。梅ちゃんがその前にやって、あ、それ僕見ましたよ、うん、あ、え、組んだ瞬間に隙間があって、あれ下げた方が首相撲強いですよ、隙間があると思った時に、あ、またこいつ肘に合ってるわと思ったんですよ、だって肘に合わせて肘打とうと思って、うん、で、僕が勝ったのは左肘を相手の縦肘に対して頭を振りながら左肘パカーンって打って、うん、鼻を折って、会長が、哲也、鼻折れだて、鼻折れだ、鼻折れだてって言うから、見たら、非常時に行って、でも TK 良かったんですよ。やっぱあれはもう、念願のやって僕が WBC 取ったのは、あれは本当に嬉しかったかな。なんか初めて2回目が嬉しいんしたのが、1個目はアメリカに行って、原作っていうすごい強い選手の試合し、勝ってチャンピオンになった時と、その、避けた汚染かな。うちの、ね、嫁さんもリングの隅まで上まで来て泣いてくれて、わーって幸せで、かなぁ。でも本当に、ジュンさんはそんなかっこよく語らないけど、これは。でもやっぱスポーツやってるとこ、嬉しなきゃできるっていうのがいいですよね。うん、間違いですね。嬉しなきゃっていいですよね。嬉しなきゃってなかなかできないですからね。多分もう脳内麻薬バンバン出ちゃって、もう。ああ、確かに。やばいですよね、あの感覚って。うん、そうっすよね。あの感覚味わっちゃうと格闘技ってやめられないなっていうのはありますね。だって倒したのはいいけど、会場がわーってなる瞬間はもう、あれ本当、まあ、ね、今日から僕も使います、脳内麻薬脳内麻薬ですね。脳内麻薬、あれは出まくって、いや、あれは本当に脳内麻薬、うん、カメラこっち見ながら言ったけど脳内麻薬ですよね、本当に。あ、鍛えたいよと通知登録しますって。やった、カツオやったよ、うん、感情移入の話で試合中にこの野郎ってなった経験ありますか。あるんかな。まあでも打ち合い中ってクッソはありません、ね、絶対負けんぞって気持ちありますね、うん、まあ、そうだね、負けないって気持ちありますよね。なんか感情的になるわけじゃないけど、絶対負けないぞっていうのはあるから打ち合いできますもんね、うん、本当に。さっきちょっと話したし、まあ鍛えたいでもちょっと乗ってもらうかもしれないけど、心の向きですよね、うんうん、攻められてると思うが、絶対負けられないと思って打つのかね。だから本当にこれって大事っすよね。めちゃ大事。これ大和哲也セミナーを皆さん、あの全国各地のジム絶対受けた方がいい。あの心の持ち方でこれだけ変わるっていうことが大事で、僕は多分それをもともと先天的に分かってたんですけど、うんうん、あのやっぱうちの選手とかでも
すごいミットとかでうまい子いるんですよ。でも試合でその心の持ち方ですよね、うんうんうん、その下がってるのかわざと下がらされてるのか下がわざと下がってるのか、うん、あの前に出てるのかあの後ろにあの自分から進んでるのかっていう認識の違い、うん、もうそこら辺は鍛えてみていただいてね。本当にあれ面白いでしょ。いや面白いです。あ俺はだからそれロジック分かんないで、いややってんなって僕思ったんですよ。だから僕は多分基本的に逆らされることがなかったんですよね。確かにリング中央、僕はいつもリーチ短いけど、あのリーチ長いやつやっても絶対僕はあの相手基本的に距離僕下がんなかったんで、それができたっていうのはそのあこのマインドだったんだっていうのを今日だから気づいたから、今日よりいい指導が自分のジムでできるなっていうのを、最高じゃないですか。だから理由が分かんないと教えられないですからね。そうっすよね。だし僕今こうやって話してジュンさんが、いや僕だから必ず試合する時は中央に自分がいてとか、僕逆に僕自分の試合の時の自分の立ち位置ってあんま考えたくないんですよ。あ、マジですか。逆にだから多分本筋が一緒だけどルートが僕ら違うんですよ。あ、論理的なロジックのところ、ロジックの観点が違うんですよ。ロジックの観点だから共鳴しちゃうんですよ。なるほどなるほど。だから話が合うし、うん、話が運ぶし、うん、お互いにああそう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 ってなるのが、ここがやっぱそこが僕ら惹かれる理由なのかなってなんかすごい思いますよ。だってまさか一緒に試合した人と控え室、しかも泊まりでね。そう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 、本当あれちょっとね、感慨深いよ。時間で感慨深いですね。だから僕ももう引退決めた後だったんで、もうみんな敵じゃないと思って、あのみんなあのリスペクトできるあの選手だと思っておしゃべりして、それで哲也選手が倒れて戻ってきて、それでもうあのぶったり倒れて、そうそうそう、頭が痛いみたいな感じで、まあ、ほんとあの時は頭痛くて、もうジュンさん見るのも目がチカチカしてたけど、でも話しててそこら辺から回復したかな、なんか。そうですよね、うん、あの時から普通に、そうそうそう、普通に喋れるようになりましたよね。あの日も一緒に塾長日高さんが来てくれて、ホテルのロビーで翌日、うん、二人でこう悔し泣きしながら、次だ、まあ、次だって言いながら、いやちょっと次考えないです、うん、そしたらちょうどたまたま目の前を、ホテルの飲食レストランの間、ちょうど目の前に僕らの仲間が渡り出て、あれとか言って呼んで、いや山さん次っすよ、いや僕次ってでも僕本当に考えられなくてみたいな感じだったけど、やっぱ仲間の声とかもあるじゃないですか。確かにここでやめれねえなと思って、本当いろんな意味で突き動かしてくれる方で、うん、格闘技やると殴り合いだけじゃなくて強い弱いもあるかもしれないけど、自分が自分を律して強くなることでいろんなものが見えてくるし、人とかもあるじゃないですか。すごいそれが僕は勉強になってるし、すごい本当にためになってるというか、いや本当そうですよね、うん、そう、格闘技通してそこに気づかなかったらダメですからね。そうですね、逆に、うん、何のため30手前になって格闘技やってんだか分かんないですからね、うんうんうん、人生勝つために格闘技やってるわけなんで。マジで僕らは人生のチャンピオンじゃないといけない。そうだから僕はもうあの格闘技から得られるものがあったと思ったから、うん、もう自分が戦う舞台は変えなきゃダメだっていうのも絶対あったんで、あの今が引き際だなって思えて、今はもう自分の会社だけに専念しようと思って辞められたんですけど、やっぱり僕はもう自分の現役の選手とかに、うちのジムの選手とかに、格闘技で人生終わるわけじゃないからって、普通に生きてれば、うんうん、多分長生きするはずだからって、うんうん、あのその時に人生で勝たなきゃダメだからねって、うん、だから格闘技の経験としてどれだけ自分のに身につけられるか、ブランディングつけられるかだよって、うん、間違いない。いや素晴らしいですね、ジュンさん、本当に素晴らしい。で結構みんな言ってますもんね、大和哲也と中澤翔は似てるって。ほんとか、いや僕の周り言ってます。あ、周りが、はい、これはもう群馬行ってもなかんな、セミナー、あ、セミナーありがとうございます、やりがたいの。この前すごい飲みやすいですね。ああいいですか、ジュンさん。おお、行きますね。すごい飲みやすい。美味しいですね。美味しいです。すごい軽い感じで古いんだけど、すごい美味しい。なぜこのお酒なんですか、ジュン。多分フルーティーなんじゃないですか。フルーティー、一杯目の醤油がいいから。なるほど、コンコード。どんだけ圧勝、ごめん、どんだけ圧勝していても肘やりだと切られてしまったら負けたりすることもあると思うのですが、肘やりの魅力とかありますか。お二人が肘やりと、ごめん
大丈夫ですか。すいません。でも非常に良くてもそこも含めての試合ですからね。そこなんだよね、ジュンさん。ラッキーパンチとかラッキー肘じゃないと僕は思ってるんですよね。ひじありルールの魅力は本当にポイント取られながらもう5ラウンド最後の残り30秒で逆転ホームラン出るんですよ、一発で逆転ホームラン出るんですよ。だからそこって結局そこで肘切られるっていうのは心が弱いからじゃないですか、うん、人間性が弱いから途中でいけるいけるっていう誘惑に負けちゃった自分、そこで肘で逆転切られるっていうのは結局そこも含めてのその、うん、強さ強さですからね。タイ人ってそこ徹底してる選手多いですからね、全然別に、あ、別にいいよって。でもそれ見てファンの人が、あいつの試合つまんないって言われちゃうかもしれないですけど、ある意味だから自分を律する力が強くないと肘で逆転系を負けするっていうこともあるのかな。でも、ジュンさんもほら、実は僕のジムの後輩、大和優と試合してて、そうですね、あの時、パンチ強いからパーンパンチの時に、ユーヤの目飛んでて、あ、もう終わったわ、グラグラしてますね、裏足ずれ弱いんで、終わったわと思ったら、左肘当たって、ばっくりね、だけど、多分お互いに肘で流されて、肘で笑ってることもあったし、肘ってなんかやっぱこうね、思うけど、なんでグローブは、なんで手はグローブするのに、肘は隠さないんだろうと思うぐらい、一番硬いって言うじゃないですか、肘が。いや本当にそれっすよ。だからこっちが危ないしぐるんだ、こっちが大和優也君に負けた時だって別にパンチ当たったからどうのこうのじゃなくて、彼が途中で首相撲に切り替えてきて、うわーこいつ狙ってんだ狙ってんだと思って、それで僕も同時に肘打ったんですけど、僕が横から肘打っちゃったんですよ。それで彼はこっち下から上に打ってきたんですよね。それで僕 の, グロあの肘は彼のグローブに当たって、それで彼の肘は僕のここにあった。ここでばっくりだもんね。もう骨ばっくり見えましたからね。ですよね。残ってますよね。あれ僕すごい覚え、でも今のすごい印象残ってるのは、切れた声でも笑顔でコーナー来て、ありがとうございました、ありがとうございましたって。地元群馬ですよ、彼ので、メインでしたしね、そこでやっぱ笑顔で言えるのは、俺は僕それ見た時に、わあこの選手は強い選手だなと思って、まあ正直僕の方が先にデビューもしていたし、後輩と試合してる選手だから、まあ下に見るわけじゃないけど、キャラとしては僕は純さんが若いかなと思ったけど、それ見た時に、わあこの選手すごいなと思ってて、だからなんか純さんの試合する時はなんかちょっと緊張感あった。ああ選手やろんかみたいな、ありましたよ。それはあれだもんね、大和ジムのやるなと思ったところは、一本取る試合をするんですよね。柔道でいう一本みたいな試合をされたなって僕は感じてますね。てっちゃんとのフックもそうだし、すごいちょっと深いボトルあるよ、メンバーさん深い、ゆうやくん、やまとゆうやくんの試合の時もそうだったけど、バカバカ殴り合って恨みつらみがあって倒されたとかそういうんじゃなくて、うわやられたみたいな感じで、フック食らった時も、くっそ、なんでそっちなんだよ、フックの軌道が、普段こっちなのにこっちなんだよ、みたいな感じだったんで、うわー、終わった後に、うわー、やられた、マジで、なんでフックの軌道違かったよね、みたいな会話で、終われたっていうのは、あれですね、他の選手の試合の時とか負けた後に、うわ、終わった、人生終わったわ、みたいな感じになっちゃうか、うわ、一本取られたわ。なるほど。柔道のなんか本当にポンって投げられて、はいはいはい、一本みたいな、いいやつもらったみたいな、やられちゃったって自分で認められる。深いなぁ。さっき話したんですよ、その日はたまたまフックこっちじゃなくてこっちで打とうと思ってから打ったんですよねみたいな。だからあれが今日話したんですけど、打とうとしてないんで初動が分からないです、自然にしちゃうから。そうですね、今日そのロジックを伝えたわけ。だもう、ね、引退したからもう関係ない。そうそうそう、だから純さん伝えるけどねって言って、だから伝えるけどっていう。まあでもこれ分かってもできない人もいるんですよ。そうできないです、学ぶ気もない、みんな分かったところでそれをこう素直な気持ちで聞けなきゃ意味ないですからね。うん、そうそう、そこなんですよ、ね、深いな。おお、そう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 、じゃじゃん、今後の K1 に求めること。左の方がいい、こっちだ。あります。どれにカメラ変わるの？強いやつどんどん呼ぼう。でも呼んでほしいですよね。呼んでほしい。
日本人名義別にいらねえんじゃねえかな、うん、そうなんか日本人名義じゃなくて、うん、日本人が世界に挑むステージを作ってほしい。そう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 、日本人が世界に挑むステージを作ってほしい。だ日本それはもう一緒っすもう一緒っすね、一緒っす、うん、チケットは簡単に売れるかもしれんけど、でもその先のストーリーがわからない。ブアカオじゃないですけど、絶対王者みたいな外国人がいても、うん、それを日本人が倒すっていうストーリーが、うん、間違いない、いいんじゃないかな。仮にね、仮にないと思うけど、武尊選手がどっかの強豪に負けてもいいんですよ、仮に。ストーリー作ればいいんですから、K-1 ストーリー作る得意なんだから。じゃあ、タゲルがリベンジ燃える道行ったら、リベンジしたらどっかあるじゃないですか。逆に僕はそのタゲル選手も入ると思うし、いいと思うんだけどな。変な話しちゃって、まあ、てんちゃんもそうだし、たけぽんもそうだけど、負けたことない人間の話なんて別に聞く耳持てないよ。そこなんですよ、じゅんさん、その通り。誰も人間としてその通り、まあ、魅力がないというか、共感を生まないというか。まさに、だから僕もいつも公演に行くのは、58戦40勝30キロ17敗1分け、うん。僕の自慢は、40勝と8本のベルトじゃないんですよ。17敗なんですよ。そこから勝ち上がった。そこに意味があるわけですからね。そうなんです。で、這い上がったって。で、僕らなんてあんな練習して、あんな減量して、試合して、1個のミスで倒れるわけじゃないですか。うん、全部終わっちゃう。そんな経験普段できないじゃないですか。うん、だからそんな経験を得てきた僕らの17敗っていうのは僕の栄光だ。そう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 。僕の後ろ盾なんですよ、本当に。そう。僕もそう思ってますね。負けた数だけ立ち上がってきてるし、やっぱりそれがあるからこそ、天心の真似は俺はできないけど、間違いない、俺の真似も天心はできない。間違いない、乾杯その通り絶対できないです、ね、その通り、中さん、その通り、その通り、才能もねえし、いや、その通りなんですよ。才能も違うけど、立ち上がってきた数は違うって、その通り、まあ、彼のこと尊敬して、すごいと思ってますけど、うん、その通り、10人問えろ、でも10人問えろでいいんですよ。そうだって、いろんな選手がいるんだから、うん、じゃあ、タケルが好きからタケルがいい、天心が好きから天心がいいじゃない。おのおのの良さがあるから、天心選手とタケル選手もおのおのエイクラお互い光るんですよ、うん。片方だけだったら一人がするわけじゃないんですよ。みんな見てる人たち、世界一のオンリーワンを目指すことが大事なの。世界一のオンリーワンを目指そうぜ。うん、今ちょっと早い。あれ赤がそうです。赤がそうか、そう、青は違う。世界一のオンリーワン、世界一のオンリーワンが大事だなと僕は思ってますね。間違いない、赤なんだ、うん、そうっすよね。ジュンさん乾杯。そう昔、2人のフックの歴史をお願いしますってもあるけど、昔の K-1 って最高峰だったじゃないですか、あれが見たいんですよね。でも、まあ、もちろん最高峰でしたけど、今の選手、技術レベル高いですよね。高い、正直言って。高いから、逆に K-1 は自信持って出せばいいんですよ。レベル高いですよね。自信出せばいいのに。まあ、そこの方針はちょっと分かんないけど、僕も。これね、マザス選手がブアカオや澤井に負けて、あいつ弱いなんて誰も思ってないんですよ、確かに。マザスとか負けたからって弱いと思わない。そうですよね。思わないですね。でも、そこに世界の壁を感じるから、みんなファンも一緒に同調してるわけじゃないですか。ジョンさん乾杯。いや、もう考え方がかっこいい。ジョンさんいいわ、熱いわ今日は。でもだって今の選手たち当たり前に小学生がスリッピング応援しますからね。こうやって顔殴られた瞬間こうやって流してやる技術なんですけど、それを普通にアマチュアの子たちができるっていうのがすごいですよね。すごい。でも技術が上がってるし、その例えば僕たちが見ていたのってマサスさん、伝えるじゃないですか。でも天心選手たちが見ていたのはもっともっとステージが上がってくるわけじゃないですか。その見るところも変わってくるんで、それは目指すとも変わりますよ。変わりますよね。それはもうこれはもう必然的に。なんかで言ってたんですけど、インターネットが復旧したのが18年かそのぐらい前らしいですよ。一般的に復旧したのが。インターネットが復旧する前と今だと400倍以上情報の伝達の速度が変わったらしいんですよ。
いやー、ロジカルだなー。それは強くなりますよね。まあ確かに今の子たちはだってインターネット普及してるのが当たり前だから、確かに YouTube でトップファイターの試合を5歳か6歳から見れるわけですよ。我々の時ってだってどうでした？ YouTube そこまでないですもんね。ないですね、確かに。ちょっとなんか DVD で映像を買ったりとかしたりとかしないと見れなかったんで、だからこそこう今情報過多でいろんなものがある時代だからこそ心の時代なんですよ。断捨離も大事だし、これも伝えて、アイキックを通じて、本当に。そう、最高峰に読んで、負けて、最後にリベンジして、だからかっこいいんですよ。そうです、ね、いやその通り。ちなみに日本人は、戦争も含めて、何度でも立ち上がってる国ですからね。あ、そう。だから僕も立ち上がって WBC 取ったんですよ。日本人の思想として、とてもそれは日本人が得意なことというか、一回どんどん戻してから、日本人はハード超強いですからね、本当に。先進国まで上がれるっていうのを日本人のみんなは知らないと思ってる。階級関係なくこの選手でやってみたい選手はいますか？ボクシング、MMA、引退した選手誰でもいいです。いますか？僕？じゃあ僕だって逆にもう引退したんで、もう殴り合いはしたくねえなと思ってるんで。そうだなぁ、なんか僕別に自分との戦いですか？試合じゃなかったら多分天心選手をマスとかやってみたいなと思いますよね。僕やったことあります。マジですか？あります、あります。まあスピード速いのは分かるけど、どんな感じで体感してみたい？どんな感じなの？でもあれやっぱすごいですね。まあそれはすごいと速いと思うんですけど、速いですね。どんな感じなのかな。目がいいですね。だ彼に間違いなかったのは、腕相撲と首相撲は勝てましたね。パンチはマジで、あ、当たんねえよ本当にっていうぐらい速いです ね彼は。本当強いなって思いました。強いっす、やっぱり。クラッシュやカオスで中澤さんと山本哲也選手実況席解説上司、ね、一緒にやりたいっすね。あ、2人もいないから解説って。あれありますよね、カオスありますよね。やりたいっすね。じゃあ本当に宮田さんに言わなかった。宮田さん使ってください、僕の音。確かにそうだよな、ね、やりたい。そしたらあれがこうだよね、こうだよね、言えるもん ね会話が。MMA の青木真也選手も言い方はかなり違いますが、本質は同じような気がします。俺は俺、お前はお前ってことですね。まあ本質から言うとさ、マサル君、俺は俺、お前はお前だけど、本来はジャイアンなの。お前のものは俺のもの、俺のものはお前のものが普通なんですよ。全ては一つだから、まあ、これはまた後で話しますね、ジュースさん。これはまた後日。全て一つなんですよ、本当に。さっき心の話じゃないけど、さっきはエネルギーがどうのとかって話も、そこら辺がつながってくるんですよ。例えば、あ、誰かに電話しようかな、連絡しようかなと思ったら連絡来たりとか。ああ、確かに。その意識飛んじゃってるからかかってくるんですよ。久しぶりみたいな。みたいな。さっきかけようとしてよ。そうなの？目に見えない部分で飛んでくるんですよ。面白い。カメラマンさんが、アイキックと純キック。ああ、面白い。面白い。まあこれ、アイキックとか純粋な純キック。ちょっと面白いな、純キックとアイキック。ちょっと面白い。座布団。座布団1枚、山田君。じゃあそろそろ終わりに向けて、ラスト、皆さんに聞きたいこと。皆さん、ラストです。もうラスト、今から僕らね、名古屋の街に飛びますので、名古屋で、ここも。聞きたいこと。次、僕からですよ。はい、ラスト、何か皆さん聞きたいことありましたら、ぜひ質問を投げかけてください。淳さんと哲也がしっかりとお話します。ネットなんでギリギリなことまで聞いてもらって、うんね、確かに全然。だってもう天心だけでも言ったし、まああとはね、それ以上のこと聞けなかったけど、そのね、野中選手にね、この選手弱いだろって、それどの選手ってもうちょっと聞けないけど。あ、フックのレクチャーお願いします。フックのレクチャー。ジョーさん、フックのレクチャー。フックだって今、てっちゃんはこっちを打ってますよ。僕ね、気分ですね。あ、気分で打ってるんですか？なんかSNS 見てると最近こっちを打ってる。あ、結構こっちですよ。だから、なんかこっちってロングは当たるじゃないですか、フックって。確かに。こっちの方がね、腕が
内戦するんです。うん、だから関数今日言った話です。まあ硬いですよね、こっちの方が硬いです。そうですね。うん、だ僕もそれはでも実は一緒で、あのショートのカウンター取るときはこっち打てって言ってて、あのロング自分から打ち行くときはこっちから打てって。すごい。もうその僕はショートのカウンター取るときはみたいな話しないもんな。俺はこうだよ。打ちやすい方でいいんじゃない。でもまあまあそれもね、主体性を持たせる意味で自分で考えるので。そうだよな、すごいな。他のスポーツをやるとしたら何のスポーツをして一番になりたいですか。いいですね、こういう質問。スポーツか、難しいな。僕でもあれですね、挑戦したいなとしたら MMA やりたいですね。おお、いいじゃないですか。選手生命長いしね。長いですよね、MMA、長いですよね。長いです。ちょっとなんかあ、ありがとうございます。生命体としてなんか強くなってる感も感じられるんで、それもちょっと面白いな。てちゃん何かありますか。僕スポーツ、あ、スポーツ、いやね、本当ね、運動音痴でもうね、本当に強調されないというか、何があるかな。あ、でもこのスポーツで一番にやりたいか、やっぱモテたいからな、モテたいからな。何したらモテるかな。サッカー。サッカーか、野球選手。サッカー。でもサッカーの方が今あれじゃないですか、時代的じゃないですか。うん、サッカーかな、サッカーかな。モテたこととかも思わないから、モテてみたいよね。しまった、またモテてみたい。ジュンさん、MMA 待ってますって。MMA 待ってますか。 MMA がいいんじゃない、ちょっとこうほら、打撃できるし、体中復活するじゃん。体も強いですね。すげえこう、マイナーの団体で勝負するんだったら やりますけどね。あ、これ芦澤選手のあれはガチですか。めっちゃ気になります。あれは素なんですか。流星とは僕は飯があるぞ。僕は東京でのバイト先を紹介したことあるんですよ。もともとイノベーションだったんですよ。彼イノベーションの選手で、はい、どんな職種の。インストラクターです。あ、ちゃんとしたやつだね。言えないやつだったら、わかんないです。今言えないやつやってるかわかんないですけど、僕はちゃんとしたやつ紹介したんですけど、彼でもあんな感じですね。ずっとあんな感じで、なんか普通に喋ってて、彼あんな風に見えてお酒飲まないらしいですね。あ、そうなんですか。お酒飲まないですか。飲まないです。え、飲んでましたよ。あ、本当に。あの時だからアワードの時に飲んでなくて、サンキューのやってくださいって言って、サンキューのあなたしてたし、飲んでなくて。そうなの。これ選手から購入するチケットのドタキャン問題、何か対策ありますでしょうか。売上問題ですか。ドタキャン、ドタキャン、ドタキャン、僕は注文した時点で絶対売っちゃいますね。来る来ない関係なく振り込んでくださいって。あ、最近振り込むね。だってそれ考える、だってそうじゃないですか。我々だってラーメン注文してラーメンが出来上がった後になって、ラーメンやっぱいらないで帰りますって言われたら、いや、ふざけんな、もう作っちゃったんでもうダメですってなるじゃないですか。なるほど。でチケットだってまず振り込みもらうってことですね。そうですね。なるほど、なるほど、勉強します。いい質問するな、マサさん。山本選手、次は K1 チャンピオン行きます。もちろん頑張ってもらう。行くしかない、行くしかないですよ。あんなのゲームにひじってるわ。グレーゾーンなんでしょ。いかんいかん、哲也ブロック哲也。あー、これいいですね。どっちゃ、お二人のお互いの好きなところ。僕はもうあれですね、大和哲也っていう人間のその考え方が僕は好きですね。だからこれをだから分かってない、はいはい、今このチャンネル見てる人は大和哲也が好きだから見てると思うんですけど、分かってないやつは変態だと思うんですよ。大和哲也って人間がただの変態のどうしちゃったバカ野郎なんじゃねえかって、まあそれすごいわかるんですよ。思うけど、でも言いたいことを言う、やっぱりスポーツ選手としてどれだけみんなに発信をできるかってことが、スポーツ選手がアウトプットをすることで大切なことだと僕は思うんですよね。で、何も言わない敵ができない、敵は何も言わなきゃ敵もできないんですけど、でも別にこう目立とうとしてカッコつけてああどこで言ってるんじゃなくて、本当に勉強して自分で覚えたことを発信してるだけだから、僕もだってそのこと言ったら同じようなことなんで、全然
自己啓発系のことを皆さんに僕も発信はしてるんで、でもあのてっちゃんの場合は現役選手だからこう練習を通して逆立ちとかしてるから、どうしたらやばってつやみたいな。僕はね逆立ちしますよ、もう常に。フィルムは結構ほぼ見っておったらみんなマスしてね、僕横でずっと逆立ちしますから。でもそこに意味があるし、意味がある、あのそれを僕は気づくけど、あの気づかない人っていっぱいいるんだろうなと思うけど、やっぱり人間性というかその学ぶ姿勢が好きだなと僕は思いますね。嬉しいですね。ジュンさんいいことばっかり言うから、そんなに長くも語られると僕どういうや僕はね、まあ最初中澤潤っていう人間をしたいのは、まあ元々知ってたけど、当時から若い頃から僕いろんな人見るから知ってたけど、まあうちの山本やとやるってなった時から見てて、うわスパンチ強えって印象と、でそれはうちの肘で勝ったもあったり、でもその時のその肘ばっくり切られながら、ありがとうございましたってこうセコンドにこうタオルこうやれながら来た時の爽やかな笑顔がすごい印象的だったし、すごい、あすごいスポーツマンな子だなと。そうね、帰りにも話した方があるんですよ、その大会に。すごい爽やかな子ですね、楽しみしたし、で同じ階級になってまさかやると思ってないっていうか、やることになっちゃったし、あの選手だもんなっていうちょっとこう怖さもあったし、なんかこう感慨深い部分もあったけど、でも今お互いあの一戦を通して、そしてトーナメント、お互いこうね命と人生かけて臨んだトーナメントでお互いに散ってしまって、で控え室で交えた会話も含め、そこからあの K-1 アワードで一緒にねこう飲んだりもして、今こう飲めたりもして、まあ改めて思うのはまぐれだったね本当に。僕はいや僕はあなたに勝ったのは本当に、人間が素晴らしいから本当にすごいなと。僕そんな話ばっか僕してて、人はね、ジュンさん、人はロジックに動かされるじゃないですか、感情に動かされるんですよ、感情のもとに行動するんで、ロジックじゃないんですよね。だから今ジュンさんが今こう今社長として活躍してて成功してて、もう分かる人だったら、あもうそりゃそうだよなって、そのね、まあ物質的な話で言えば車の話もそうだけど、俺がこれ乗るからお前らこれ乗ってくれというように、すごいなと思ったし、その考えは僕まだモデルじゃないから、すごいな。僕いつも言うんですよ、僕あのツイッターでね UFO キャッチャーを撮る動画をアップしたら、ファンの人から神業ですねって言われて、いや僕これ子供のためにぬいぐるみ撮ろうと思ってやったら上手くなっちゃいましたって言った時に、徹夜が強くなってるよ、これかなと思って。僕自分がただ強くなりたいわけじゃなくて、いろんな人に自分が有名になってエネルギーや元気を与えていく人間になるんだって決めてやってきたらなっちゃった。それはすごい面白いですね。いや絶対ジュースさんもあるんですよ、で自分が一人勝ちじゃなくて、いろんな人をキックフィットネスで幸せにしたいと思ってるから、確かにいけるわけですよ。そう確かにそれはありますね。それを感じてジュースさん見てもそれすごい、僕はそう思ってるんだけど、自分の中でそう思ってるんだけど、それをジュンさんを見てやっぱりなって思える。だからなんか僕がこれから行きたい先をあなたは歩いていってるんで、だから僕はそれを今言語化できるようになりましたね。逆に今までその無意識にやってたんですけど、これからは健全意識の中でそれをできるんで、いろんな人にそれを伝えられるように今日なったなって、今日ちょうどね思いましたね。今日ちょうどねジュンさん講演で、意識にはねって健在意識は潜在意識あるんですよ、うん、健在意識って氷山の一角で、うん、僕絵描きますよ、役立つだけどねとか言いながら書いてね、こう潜在意識は今僕の視覚的意識で、潜在意識って潜在意識っていうのはもう目に見えない意識で、ガーッと入ってますからね。でもじゃあ皆さん心臓を動かそうと思って動かしてますか、細胞を動かそうと思って動かしてますか、動かしてないですよね、うん、これは潜在的意識で僕ら守られてる。でもこの潜在意識には潜在意識を使って刷り込むことができる、うん、車免許取りに行くときにウィンカーを出さなきゃ、あ、ウィンカー、あ、ウィンカー繰り返していけば無意識にできますよね、潜在意識に覚える。この潜在意識を使って、潜在意識には潜在意識を使ってすることができるから、じゃあ普段自分がどんなことを考えるかによって潜在意識も変わってくるんですか、プラスのことを考えるのか、マイナスのことを考えるのかによって潜在意識が変わってくるっていう話を今日もしたりもして、まあ、思考はね、聞いた言葉と読んだ言葉で作られますからね。ですよね。いや、今日は暑いっすよ、ほんとに。もう暑い。俺これ、録画今度見直そうかなと思う、もう一回自分で。僕もヘッドホン聞いてやって。いい話ができてますね。嬉しい。で、また質問が。格闘技がもっと知らない人、興味ない人に認知度を上げていくには、どうしていけばいいと思いますか？
難しいね。まあまあ一つの部分で言えば、ああいう武尊選手みたいなテレビ出たり、そうね、天心選手みたいな出たり、違う、うん、違うところに行かないと。結局この上のステージでどんだけ盛り上げようが、この上でしか乗れないわけじゃないですか、ステージは。でもそれがこの机に土俵が広がれば、見る広がるわけじゃないですか。これであと何分ぐらいですか？あれ、おしっこが来てきてさ、今させないわ、はい、じゃあ、ごめんなさい、ちょっと下を、もう下の階段降りて、はい、綺麗な部屋があるんで。リタの先に自己表現がある。あ、じゅ、あ、じゅ、あ、じゅ、絵が寂しくなったんだね。じゅ、あ、ありがとうございます。リタの先、暑いっすね。暑いっすね。素晴らしいわ、ジュンさん。暑いっすね。今から好みくんテンション上がるな。違う。でもリタの先に自己表現がある。まあ、マサさん、マサさんなんだけど、うん、僕は言うんですよ、公演で。うん、自我の欲を持って、大我の欲を求めない。自分がどうな、すげえ気がしました、なんか。あ、うん、撮影かなんか言ってるね、はい。自分がどうなりたいって思いを持ちながら、じゃあ自分がどうなりたいのに、さらにそうなったら、周りがどうなるかってことを考えた方が大事なんですよ、うん、周りが良くて自分も良くなくていいはダメなんですよ、うん、俺1万円もらったからじゃあ1万円あげるはダメなんですよ。俺1万円もらったからじゃあ4000円3000円5000円あげるね、いや5000円ダメな、4000円あげるね、俺6000円みたいに自分は良くなくて人はいいはダメなんですよ、うん、これは回らなくなるんですよ、うん、自分が潰れちゃうから。だからこうリタの思いのもとに自我のもとを律していくんですね、うん、なるほど。目元かも、目元かも、リタの思いを自分の思いを律していくわけ。そろそろちょっとあのクズ鉄が顔を 出し始めていたから、ちょっとリミットが近づいて、ね、近づいてきた。だんだんとあのちょっとお眠たいのがちょっともうてっぺんぐらいに。2時間1時間半2時間2時間、8時半からもうそうそう2時間いやー、すげえやらした、うん、すいません、加藤さん。全然大丈夫です。いやでもね、やっぱ最初ね、1時間、30分とか1時間、やっぱり喋りが乗らないんで。なるほど。ある程度喋ってからが、やっぱ素人はね。これは芸人さんとか芸能人だったら、もう最初からバーンっていけるからね。なるほど。僕ら素人は最初から喋れない。勉強です。山が、頑張らないか。そうそうそう。で、これはこうやってほら、カメラマンもいないし、あの2人だけの世界だから、喋れるけど、これでほら、ディレクターがいて、AD がいて、カメラマンがいて、照明さんがいたら、みんなもうガチガチで喋れないですよ。これすごい、このね、カメラが切り替わるシステム作ったのはこの方なんですけど、3カメラが切り替わっていくんですよ、あの一定速度で。これすごいシステムで、このシステムが、名古屋は新栄の、はい、ゴーグリーンスタジオ。ゴーグリーンスタジオ、いいですね。で、いやレンタルです。ブルーレンタルね。あの今まだオープン前なんで、あの連絡もらえる公式はね、はい、貸します。これ動画、こんなおしゃれに動画配信できる、すごいですよ。手軽でね。いやー、あんな感じで今日ね、今日は僕たちは名古屋の街にシュッと行かなきゃいけないから、そろそろ閉めますか、じゅんさん。そう、閉めますか。じゅんさんに会いたい人は錦に行けば会えるんです。じゅんさんに会いたい人は錦に行けば会えますね。会えます。この後会えます。僕の大胸筋3人来てください。元気登場ででかくした。でかすぎるよ。俺いつも褒められるけどさ、どこ行くかは知らんけど、いや、もう俺薄れるもんね。一番入るのも、加藤さん。加藤さん、加藤さん、ちょっとほら、ジュンさん、ジュンさん、ジュンさん、ここに。僕たちは入ろう、ちょっと入ろう。ちょっと最後入せっかくなんで、僕の鍛えたいチャンネルの相方で、あの、僕の、まあ、もうすぐ映ります、まだ今。あ、映りました。あの、小さい暴れる君じゃないですよ。暴れる君にしか見えない。今日、IQ 体験してもらって、ね、あのそれを鍛えたいの構造で、あのね、ページでアップしてて、そうですね、アイキックすごいですね。いや、ありがとうございます。ヤマト先生と男はいい男だよね。そうですね、ロジカル。ロジカルだろう。どうなんでしょう、あのヤマト先生って人間をちょっと、あの素人ながらにちょっと、ああ、ちょっと聞きたいですね。逆に、客観的にというか俯瞰してこう、言ってよ。俯瞰してですか。じゃあ、まとめます。ロジカルで、スピリチュアルな人だなって思いますね。すごい、ありがとうございます。そうだね。ロジカルで、かつスピリチュアル。なんか、そうですね。なんか、理系な感じじゃないんですよ。なんか、ロジックが。うん、なんか、すごく、
魂とか気とか、うん、でもそういう感じのロジックでも納得あだっすでも実際それを体現できてるしさ、そう、それが嘘じゃなくてさ、こうなんかマジシャンですみたいなじゃなくて本当にこうやられて、もうこれ認めざるを得ない、だから本当にそう触らずに倒すなって思う、あれホームさんはね、ホームレートもこうやっていやいや、あの無理、あんな洗脳ですよ絶対ね、えいや、あの倒れるはずない、触ってもないから、そういうものが、うん、そこまでのエネルギーみんな出ないから、うん、あれだから、あれはあれ嘘なんですよ、うん、あんなもんやったらスパーンって言ってる自信があるもん、ケンオスのチャンピオンになる、やってみろって、うん、でもほんとそう、スパーンって言ってたら、あれは洗脳ですよ、全部洗脳、はっきり言って、でもそのヒーリングのいろんなのもあるかもしれないけど、エネルギーもあるかもしれないけど、ああいうのがあるから、えいやーって言わなくて、合気道がバカにされるんですけど、合気道って多分そのロジカルに、科学的に言ったらその証明できることあるんですよ、やっぱりそれは、うん、でも力の生きてる作用点みたいな、そう作用点とかもあるし、あと気に対しては絶対ありますね、だし、うん、近づくと、そうだし、僕はいつもパワー、まあ、ジムやるじゃないですか、で周りにはね言う人に言われるんですよ、現役選手ありながら経営できるはずねえだろう、そんなことない言われたりすることあるんですよ、で僕は言う、僕の夢は世界平和なんですよ、ファイトフォーピース、だけど僕はそのためにも話すんですよ、で後でそのスピリチュアル的な話は話って話しますけど、ライト兄弟、115年前に飛行機飛ばすぞってやって、みんなに馬鹿にされた、うん、飛べるわけねえだろ、プロペラ機で空気より重い人間飛べるはずねえんだよ、馬鹿にされても、あの二人は絶対飛ばすぞって頑張った、うん、今の時代どうですか、飛行機普通です、当たり前ですよ、一回できちゃったものはそれが当たり前になっちゃ う、最初に出るものはまずそうやって釘打たれるんですよ、分かんないことだけど、それが数百年経ったら当たり前になってるんです、そうで、ライト兄弟は死んでるけど、今ライト兄弟の思いも生きてる、飛行機という形で、そこで新しい夢ができました、もっと安く飛べたらいいのにな、格安旅行機、ライト兄弟はずっと生き続けてるんですよ、思いとして、じゃあこの机も椅子もなんか自分では座るんじゃなくて腰を上げるで座れたらいいのにな、椅子ができました、じゃあ高さ調整できればいいのになって、こう椅子ができました、みんな僕たちは昔の人の夢のもとに生きてるんですよ、彼らは死んでも夢は生きてる、だから人が本当の夢で死ぬのを忘れられた時ですからね、いますね、ジュンさん、乾杯、乾杯エアな乾杯だ、あの僕、うちのジム の株式会社エイムハイ の言ってることは、フィットネスで日本を世界を変えようって、みんながバカにすると思って、でもバカにされることじゃなかったら夢じゃねえよって、あのかっこいい、悪いけど、あの俺はリーダーだから、あのいくらでも言うって、あのお前らが、でもうちのスタッフ素晴らしいんですよ、素敵なんですよね、僕が言ったことはそうっすね、変えましょうって一つ返事言えるんですよ、これが普通のやつらだったら、すごいわ、あの何言ってんだろう、うちの社長頭悪いんじゃないかなこいつって、かっこいい、本気でそういうふうに思って言ってるんで、いやなんかさらになんか今日この時間にジョナ好きになった、いやいやいや、本当にだから、あ同じこと言ってる、年下に思えないもん5つぐらい年上に見える。で本当にあの本当にでも格闘技やったりとか筋トレやったりとかして気持ちが前向きになって日本が絶対変わるし、あの世界も変わるし。よし、俺たちは変えよう。変えましょう。変えましょう。いや本当に。変えましょう。じゃあ変えましょう。ケンティも来ちゃって。変えましょう。ね、本当に。いや熱いな。本当僕もそう思うんですよ。本当そう思う。俺にできることは。それは絶対できると思ってるし、で想像できることってできることじゃないですか、逆に言えば今日僕それ今日話して、例えばねそのスピリチュアル的な話も含めてですけど、世の中は思いから始まって思いに変えます、例えばじゃあジョンさんがね、いいジム作りたい、会員さん幸せになってほしい、じゃあいいジムできました、会員さんがやってくれました、現象、会員さんが入ってきていっぱい現象が起きても、ここで会員さんが、いやー、中澤さんありがとうございました、すごい僕、痩せましたとか、楽しいですって言われたら、ジュンさんが嬉しいですよね。そう。結局、世の中のロジックは、からくりは、思いから始まって、行動があって、現象があるんですよ。それは結果です。結果は自分の思いに変えるんですよ。よかった。これが、仕事。そうなんですよ。これが仕事なんですよ。それが仕事。それなんですよ。そう。で、世の中の今の、あの、若い子たち、日本人は、仕事の意味を履き違えてる。金もらえるから。ジュンさんも講演したりしますか？あ、僕もします。絶対、伝えた方がいい。群馬のみんなにまず。
前らそこですよ、お前ら生きてる意味感じろ、そこで引き寄せとか言うじゃないですか。僕さっきはその僕誘ってないですよといろいろ言ってましたけど、あでその僕あのいろいろ話しますけど、うん、あの僕もいろんなことして頭パッカンしちゃって、だから今の戦い方変わったりとか、夢とかもそうなんですよ。じゃあ僕らって今小さい夢を全部実現しながら生きてるんですよ、うん、僕で言うならばワインが飲みたい、うん、飲みたかったら飲めばいいと行動すると、でも飲めない人は、うん 飲みたいけど、うん、これ飲んだら不正になったら、うん、でもいやこれ太るかな、うん、飲めないですよ、うん、飲めない飲めない、でも飲むためには労力がいる、腕を動かしグラスをつかみ口持っていって入れてごっくん電車終わって、あ、美味しい、飲めない人はいろんな理由作ります、いや、あの、二日酔いかな、でも、もしこぼしたらどうしよう、どう、っていう思考が働いちゃう、酔いすぎたらどうしようとか、そう、だから僕はいつも飲みすぎちゃっていつも潰れちゃうんですけど感性と思考のバランスなんですよ、これが今人間性って言われるんですけど、なるほど、なるほど、世の中人間性で、人間には女性男性がいて、うん、トランクスも表裏があって、10円の100円でも全部表裏があって、についで1個なんですよ。二元性なんですよ。そして世の中は交換性なので、うん、飲みたければ、飲むための労力が必要です。腕を動かして、グラス持ちました、飲みました。口に持って入れました、置きました。うん、これ目の前だから分かるんですよ。今日僕すごい話したのは、ないけどボードがね。あ、ボード借りていいですか、一瞬付けして。書きます。今日すごい話、もうこれも単純な話なんですけど、今日公園で今日話した話なんですけど、あ、今日アップした話、写真に見てないか、はいはい、メディアに寝ながらこう学べるって最高だね、うん、メディアこうやって一緒にこうライブやりながら最高、僕も超勉強になったんですよ、本当にもう今日話したのは、じゃあね、ソフトクリーム食べたいと思った、じゃあ、まあ、ミニストップだけどね、ハーフの時にミニ真っ青なしだとしよう、ここ真っ青なし、これ引き寄せの話です、イメージ実現の、ここにヨーゴルねいます、ここじゃあこの距離感は10キロ、10キロとしよう、飲みたい人間はまっすぐ歩いていけばいい、でもあ、でもソフトクリームってカロリー高いし太るかな、いやでも食べないよ、いやでもな、めんど事故、いやでもまあ一回もなくて、いやでも食べたいよな、やっぱ行こうかな、でも行ったらカロリー多いかな、いやうんどうも飲めないですよ、食えないですよ、これが思考なんですよ、こっちが重いなんですよ、重いのままに行動すれば食えるんですよ、うん、10キロ歩くのか走るのかチャリなのか車なのか、でここに対して食べなきゃ食べない、でもここにやっかみが入るんですよ、いやソフトクリーム太るよ、ミニソップまずくね、うん、それ食ったらあっちの方がうまくね、うん、それに対して反応するんですよ、あ、そうだよな、カロリー取ったり脂質取っちゃうからやめた方がいいかな、まあ、あー、まあそうか、確かにそりゃよりもスガキ屋の方が美味しいから、スガキ屋ってラーメン屋があるんですね、その思考に流される人間は流されちゃう、そう、行きたきゃ行きゃいい、バシン、まっすぐに、思いで思いに、それっすよね、ここにやっかみいらない、そう、ここにいろんなものが生じるんですよ、辛さ、時間、思い、いろんなものを費やせる人間、この思いの大きさが実現の速度を上げるんです、早めるんです、これが引き寄せっていうか夢実現のロジックなんですよ、でもほとんどの人間がいやでも僕野球行きたいじゃないんだけど野球下手くそなんで、なんで上手くなればいいじゃん、いや僕走るの遅いから、なんで走ればいい、走ればいい、そうそこ中じゃあそこなんです、これがあの夢の実現のロジックです、からくりなんです、これ今日も話してきて、今日もうだあれっすよね、要するに他人に言われて影響される自分の信念なんてものはクソくらい、間違いない、自分が本当に思ったこと以外は
他人に言われてこうブレちゃうようなこととか考えちゃうことっていうのはしょうもなくて、やりたければやればいいし、で他人に言われてやめるならそれぐらい夢だから、でも可能ないよね。本当に僕あの引退して宮田さんから長澤最後ゲオと引退試合やらないかって言われたんですよ。引退してから、引退試合やらないかって、引退してから、引退試合って言われて、それであのゴールドジムで筋トレしてたんですけど、長澤今何キロって80キロですって、あのどあの何やってんのって、筋トレばっかやってますって、いやマッチョになってますって、マジかっつって、全然違う路線行ってんだって言われてそうっすねって、あの生物として強くなろうとしてますって言ってそっか、ゲオと試合やんない、いややんないですこうお断りしたんですよ。素晴らしい。もちろんさんに言ってもらえたことは嬉しいんですけど、自分で決めてもう引退するって決めたのに、人の発言によって俺は動かされる人間なのか、それとも本当に自分がやりたかったら別に言われようが言われなかろうがゲオとやりたいって、てっちゃんの今の気持ちじゃないけどあるわけじゃないですか。でも言われてちょっと美味しいなとかって思っちゃう自分がもちろんありましたよ、あの正直最後やったらウケんなとか、あの やりきれっかなとか思いましたけど、でもいや人に影響されて言われてやっていいことは何もない、自分の信念だけでやろうって、自分の信念今なんだって言ったら、会社をでっかくして20代でもう名乗りを上げて、30代で会社の資本を貯めて、それで40代で日本全国統一をして、50代で世界に出る、これ以外ないな僕は思ってるんで。すげえなー、じゅんさんそれを思ってる時に、すげえ、いやそんな人に言われてブレて2ヶ月か3ヶ月追い込み練習してる時間は超無駄じゃんと思って。すげえなじゅんさん、それぞれ皆さんごめんなさい。すげえ、すごい。僕は超嬉しいです。日本全国制覇考えてないけど、僕海外進出考えてるんですよ、逆に。3年後で僕キックの地面やろう。6年以内に絶対やろうと。なぜ6年か分からないけど、6年以内にやろうと思ってて。3年後に山の地面。でもそ いつもセコンドスっていうトレーナーがいるんで、彼が会長で、僕は別にエグゼクティブプロデューサーでもアドバイスいいんですよ。経費できるや。向こうに一棟アパート借りて、でっかいの借りて、普段は Airbnb で貸し出して回しておいて、家賃も回しておいて、僕ら行くときは長期間オフにしておいて行って、泊まって3年間遊んでやって帰ってきてみたいな。だったら旅行会社いるよな、いや旅行の資格持ってる人間、例えば行けんじゃないとか、妄想いる、妄想はしっかりしてるんですよ。いやすごいわ、日本全国行くっていう考え、実はすごいわ。でも僕はもうどっちかって言ったら日本を愛してる、僕も愛してるよ。いやもちろん愛してる、愛してる。山本として、山本ジムだから。だからあのまずはやっぱり日本人を元気にしたいっていうのがあって、だから別にだから他のジムをライバルと思ってなくて、敵とも思ってなくて、正直言ってどうしたと思ってて、で大和ジムすごいね。もうあれやっぱりうわ素敵なやつらがいっぱいいるなと思って、だから別に同志を増やしてるだけで、僕は。なんか他 あの SNS とかでもちょっと発信してるんですけど、僕の敵はモンストなんですよ。モンスターストライク、あのそうす、あのアプリです、携帯アプリです、あのああいうふうにやってる第4形態って言われる時間軸マトリックスの第4領域にいる暇つぶしを、なんとなく人生を送ってる人たちを第2領域って言われる、あの自分の未来のために時間を使える人たちに僕はこう引き上げるのが僕の仕事だと思って、日本人すごい深いな、あのなんとなく暇つぶして、いやモンスターやって課金しよう、うわーやった当たったって言ってる人間、もちろんその時間も大事だと思うんですよ、あの頑張ってる人間にもそういうあの息をつく時間も必要だと思うんですけど、そうですね、頑張って人間はやっぱ酒飲んで崩れる時間もあるし、そう、その時間も大事、でもそれだけしかやってない人っていっぱいいるじゃないですか。確かに、その人たちを救うのがイームハイだから、ジュースはやっぱ僕らの方向性は一緒なんですよ。一緒っすよ、だから面白いこといっぱいやろう、一緒にやりたいですね。でインスタグラム見てるたびいつもウィンウィンウィンのことやろ、そうウィンウィン、そうお客さんウィン、そう、ね、イエス、そう三歩よしですよ、よし、それいこう、じゃあ いい感じで閉まったんで、いい感じで閉まったんで、最後じゃあ見てるあの中田純さんのファンに純さんが一言、はい、純さんありがとう、まあ、今僕、今また僕だから今カメラが、カメラ今どこですか、どで今からこれです、これですか、えそのうちこれ行くんでまた、はい、行きました、どうぞ、はい、皆さん、引退した中澤潤なんですけど、はい、山田哲也っていう素晴らしい選手とね、今日は
一緒に、時間を過ごせて、はい、僕山手さんなんですけど最高でした。カメラが今カメラが山手ちゃんの方に行っちゃった、はい、今からまた戻ります。ジュンさん、はい、戻りました。はい、戻りました。そうですね、素敵な時間を過ごせました。これからね、僕は指導者としていろんな人にいろんなことを伝えていきたいと思っております。はい、その中で山本哲也って人間が一番僕の考え方に近い現役ファイターだと僕は感じているので、これからも山本哲也選手を僕はチェックして、K1 の世界チャンピオンに僕はなれなかったものを、託していきたいなと思っているので頑張ってもらいたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これは今日かなりディープな今日も皆様ありがとうございました。これから我々は名古屋の街に消えます。改めてありがとうございました。ありがとうございました。いやー、神様ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。